皆さん、こんばんは。日本よ今討論討論討論2023第797回目の討論になります。今日はですね、まだ8月には先ですけれども、米英がアメリカから、歴史から消したかったもの、東京大空襲から広島長崎へと、東京大空襲、皆さんご存知のように、10万人が一晩で、焼き殺されたと、その後長崎広島の原爆ということなんですけど、一つはきっかけはですね、前にそういう本を書いた方がいたんですけれども、いわゆる原爆資料館、そこ の表記の中にですね、後で上間さんからもご説明あると思いますけれども、広島長崎に落とした爆弾、ハイドパーク会談の中で、2つ表記があった。一つは本当に原文なんですけども、そこの資料館の隅に飾られてた、これには本当の文章を書いてた。つまり原爆は、ジャパニーズに落とすというようなところがあったんですけど、正面の説明板には今変えられてるみたいですけども、ジャパンと書いてあった。つまり このところにこの原爆投下の本質も現れてるいうようなことがありまして、今ウクライナ戦争の中でウクライナの人たちが民間を攻撃しないとか、大変そういうことが言われて、民間の方も大変たくさん亡くなってるわけです。そういう中で、じゃあこの、広島長崎、東京大空襲、これは一体何だったのかということであります。でこういうことをもう一回きちっと見直して、もう一回私たちの近現代史、こういうものを見直していかなきゃいけないんじゃないかという思いがありました。もう一つは、うちに約2500冊くらいありますけれども、文書ですね、 GHQ が約7000数百冊、文書にしたんですけれども、文書というのは国会図書館とか公的な機関から、東大の教授中心に、私が前に昔読んだ金子武蔵さんなんかっていうサルトル学者とか、この含めてですね、東京大学を中心に、文書を選ばせて7800冊、もうちょっと引っかかったかな、500冊ぐらいですけども、これを文書にして日本の戦後の図書館、公立のところから消した。でこれ私たちはこの問題について、うちの仲間を動員してですね、古書街を探索しまして、2500冊ぐらい文書になった本を集めたんです。今も私 の社長室にあるんですけれども、これを西尾寛治先生に、日本人から一体 GHQ が何を消したかったのか、こういう本の中でですね出てくるんじゃないかと、自由に使っていただいて研究してもらって、GHQ が我々の中から日本人から消したかったもの、こういうものをちょっと探っていただけないかということで、11冊、文書図書 開封という本を、西尾先生お書きになって、出版しました。こういうことがありまして、一体我々の国の中で失われたものは 何なのか、あるいは奪われたもの、消し去ろうとしたもの、今も続いているものがあるとしたら何かとこういう思いがありまして、きっかけは、広島の原爆資料館、なんですけども、間もなくサミットを行われるということで、日本に落とすという意図と日本人に落とす、これは全くはっきりと違うわけですけれども、こういうことを含めてですね、見直しをちょっと考えてみたいと、アメリカイギリスが歴史から消したかったものは何かと、そして我々が失っているのか、取り戻さなきゃいけないものは何なのか、これを今日ちょっと皆さんとじっくり、考え話してみたいということで、お招きをさせていただきました。よろしくお願いしますそれでは、ご出席の皆さん、ご紹介したいと思います。すいません、やや花粉症気味で鼻水がピッとくしゃみが途中で出たり、声がこうちょっと痰が詰まったりしますけれども、これは危険な病気ではありませんのでよろしくお願いします。はい、では、ご紹介します。まず作家で、歴史評論家の
原田よりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして歴史家で幕末史を見直す会代表の鈴木総一さんです。鈴木でございます。よろしくお願いします。後でこの本をちょっとご紹介させてもらいます。そして関東学院大学教授文芸評論家の富岡小一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして作家で予備校教師の茂木誠さんです。はい、茂木です。こんにちは。そして九州大学大学院教授の瀬照彦さんです。よろしく。はい、照久さんです。すみません、失礼しました。はい、どうぞよろしくお願いします。失礼をしてます。瀬照彦さん、久さんです。よろしくお願いします。そして今日はですね、スカイプ出演なんですけど、なんと地球の裏側というか、コロンビアの母語だというですね、南米のそこに今いらっしゃいます著作家の宇山拓也さんです。よろしくお願いします。はい、宇山です。よろしくお願いいたします。なんか意外と声がストンストンと、よくね衛星中継なんかやると 2,3 秒置いてからはいって書いてやるんだけど、ストレートに通じてますね。よかったですね。なんか スカイプの画像も、はい、あの他の国よりも かなりいい感じがしまして、はい、ああそうですか、なんかいい感じです。はい、よろしくお願いします。宇山さんです。お願いします。はい、というようなことで、今日はですね、このメンバーでお送りいたします。あのそれぞれ皆さん日本の歴史の中で、まあ、近現代史というか特に戦後とかですね、あるいは明治もそうなんですけれども、やっぱりあの消えていったもの、あのこの間渡辺教授さんでしたが、お亡くなりになってね、あの、サリ氏の面影でしたが、ちょっと今すぐ前の題名を、あ、ゆき氏、そう、そういう大変私は大好きな本だったんですけども、ああいう方も亡くなってね、我々の中に失われたものというものがあるとしたら何だろう。それは歴史的な事実やいろんなこともあると思います。そういうのをそれぞれ皆さん歴史に大変関心を持っている、そして造形の深い皆さんですので、それをお話しいただきたいと思います。じゃあまずご自身があの本などお出しになっておりますけれども、今関心を持っているこのテーマに関するお話をそれぞれ一応一回していただいて、それから議論に入りたいと思います。では原さんからじゃあお願いします。はい、昭和、あのいつもこう歴史の検証ということをずっと申し上げてきて、はい、結局あのコアの部分に置いてますのは明治維新解釈ではあるんですけれども、それをそのもう一度正しくピシッと検証しましょうという時に、全く同一の一本の時間軸の上にいろんな事象をフラットに並べましょうと、まあ中にはちょっとこれ消しておきたいという、それこそ歴史から消した買ったものもあるかもしれない。でもそれはとにかく一度白日に晒しましょうということをずっと申し上げ続けてきました。その一歩の時間軸という時に結局、まあ、近世と呼んでます江戸、そして現代までっていう幅を一応設けておりまして、私にとりまして今日のテーマっていうのはその最後の方、仕上げの方のフィールドに入るテーマではあるんですけれども、いろいろな問題がいろいろ絡み合ってますから、あの時間の経過とともに整理がついていくというものでもございませんし、どうしても江戸から現代、例えば今流行りのといいますか、持続可能という問題については当然江戸のことをより詳しく考えなきゃいけない、そんな関係があろうかと思います。でたまたまといいますか、まあ、2,3 年前から韓国の方で、私のその明治新解釈の本を翻訳出版したいという話がずっとあったんですね。でちょっと前に正式に、あのいろんないきさつがあったんですけれども、正式にお断りしたということがございます。その時のポイントというのを簡単に申し上げますと、ここにあるんですが、韓国版刊行にあたっては
こういう前書きをつけていただきたい、それを条件とさせてくださいということで、一度それは両者合意に達しました。ただ前書きをよく精査したところということになるんですが、この内容は絶対受け入れられないということになりまして、その反論に対して私の方でも、その反論は当然こちらとしては譲れるものではないということで、私の方からこの出版はお断りしたいという申し入れをムン・ジェイン政権の最後の時に行わせていただきました。矢面に立ってくださった団体はそのムン・ジェイン政権のコンサルティング的な役割を果たすところでして、日本からは早稲田の先生が一人顧問的なお立場で立ってらっしゃる。まあ、先方さんはそのことをしきりに、日本人でさえこう言ってるんだからあなたは何を言ってるかという論理になるんですが、まあそのやり取りいきさつ全部通じてつくづく感じましたことは、論理性ということと情緒性といいますか、論理と情緒の衝突といいますか、それを痛切に感じた次第です。これは私たち日本人特に気をつけなきゃいけないテーマでもあるかと思います。私自身もその情緒ということを歴史の解釈に持ち込むことが全て間違いとか、そういうことは申し上げたいわけではございません。リアリズムといいますか、生身の人間の実態というのはとても大事なことでして、江戸の長屋の町人たちがこんなことを言ってたよ、こんなものを持ってたよ、こういうふうにレンタルしてたよという、そういうことはとても大事ですし、情緒の世界に属することが、歴史の解釈を歪めるなんてさらさら思っておりません。ただベースには論理的にピッチリ整理することは、これは基本だろうと思っております。それるようですが、自分のスタッフによく言うんですが、喧嘩するときは情緒ではなくて論理でやれということをよく言ってるんですけれども、下手すると論理っていうのは建前になるということも確かにあります。ですから、論理と情緒のバランスを取るというのはとっても難しいとは思いますが、特に GHQ 以降、昭和20年以降の現代、今日のテーマですけれども、どうも情緒が勝ってるかなという気がしまして、これ、そのシンボリックな例として、この昭和の本の中で、二度と過ちは繰り返しません、このフレーズを、これ何度かいろんな著書に取り上げさせていただいてますけれども、これも意味不明の言葉でして、今日そのあたりの解釈も、先生方の解釈もお伺いできればと願っております。よろしくお願いいたします。なるほど、はい、ありがとうございます。ちょうどね、昨日の番組の中で韓国の歴史家の人たち、つまり逆に少数派の、でその中の一人が日の丸掲げてやったってことで、韓国の方で大騒ぎになって、で今ちょうどまあ李承晩学会ですか、あれが始めた歴史の見直しってことで、実はその姿勢はと日本に対して甘いもんじゃないんですけど、実は慰安婦とかいうの全部否定してるんですよ、韓国側から。こういうのがあってね、でもう日本大使館前で大騒ぎをしていた女性たちの慰安婦団体の前で3人ボコボコに殴られても、どんなことがあっても言い続けるっていう、そういう韓国の人たち、まあ親日派って言われて、全然親日というよりも本当のことを言うべきだという人たちが、昨日ちょうどその話が出ましてね、なかなかおっしゃるように日韓で合意っていうのかな、歴史の認識とかそういうのは本当に難しい、
ということが、ね、よく現れてるわけだけど、ただ今回出たのは今50何万人実は韓国人が入ってきてる。だから建前の反日と日本本当は大好きなんだって韓国に在住の方が言ってるんですね。日本に来たがってる韓国人はすごい多いと。こういう意味での複雑な、さっき今論理と情緒の問題でね言うと簡単にこうだからとは口でこう言ってるからどこか割り切れないところがすごくあるという。そうですね、はい、前に私が取材に行った時もこの例なんですけども、ディレクターとしてフジテレビのドキュメンタリーのあれディレクターやってた時、韓国行って反日ドラマを映画に近いんですけど、それ作ってる人にまあ日本の悪口ばっかり言うんでね、まあもちろんあなたが植民地されてたっていうのは分かるけども、分かるっていうのはね、そういうふうにだとしても、じゃあ中国はどうなんだと、ほとんどあなたたちの国をずっとシェアしてきたじゃないかと。ただうっと詰まって何を言ったかって言ったらね、30秒ぐらい経ってから、日本はうちを植民地にした、中国は属国だったからいいんだって言って来たかそういうふうにっていうね、もうこれは本当にね、まあ事実と情緒は本当に混ざり合った歴史の認識だなと思ったんですけどね。まあ日本でも嫌韓っていうことを言いますけど、まあ嫌い好き嫌いはまあ奇妙できるというと変ですけれども、韓国嫌い日本嫌い、それはそれでどうこう申し上げる話ではない。ただ、ね、反日反韓っていうのとはちょっと違う。それはもし政治家の皆さんおっしゃるように未来志向未来志向ということを是認するならば、そこはまずは論理でピシッと片付けるべきベース、うんうん、それがなければおかしいとは思いますね。そうですね、その辺のが詰められればね、そういう土俵の上でちゃんとやれるといいんですけど、そうですね、私もいろいろ歴史のことそっちの韓国とならやってたんでよく分かります、おっしゃる難しさは。はい、続きまして鈴木さん、よろしくお願いします。鈴木総一でございます、はい。東京大空襲はですね、昭和20年3月10日に、はい、行われたんですけども、この3月10日という日は何の日か、これ戦前の方は誰でも知ってたんですけど、戦後我々の世代になると知らない人が多くなったかなと思います。この3月10日というのは戦前は陸軍記念日だったんですね。それで日本人が等しくこの誇りを持っており、その日本人の心の結集点であったね、その陸軍記念日に、アメリカは東京大空襲を行って、日本人の心を打ったんですね。その戦後の復興ということで建物とか鉄道とか工場とか、そういう物理的なものは復興したんですけども、この東京大空襲でおられた日本人の心はですね、復興することなく、今日に至っていてですね、その無残な形になっているというふうに思います。要するにその東京大空襲が行われた昭和20年3月というのは、もはや我が国は敗色が濃くてですね、アメリカはその日にちを選んでそのエンターテインメントとしての大空襲を行う余裕があったと、それだけの戦力格差があったという事実があろうというふうに思います。それなぜ3月10日がその陸軍記念日だったかと言いますと、これは日露戦争のですね、奉天海戦で3月10日に日本陸軍がロシア陸軍を破った日なんですね。それでその軍歌歩兵の本領という歌がありまして、奉天戦の活動は日本歩兵の水と知れという歌ある。だからその奉天勝利によって勝ったと、この日がその陸軍記念日になったわけですね。その奉天戦の勝利を飾ったのは誰かというとですね、これは乃木大将なんですよ。でそういう意味でその敵国のロシアの新聞もですね、乃木大将を英雄であるというふうに評価している。
それからアメリカ人の記者のスタンレー・ウォシュバンという人もですね、この法典戦における日本陸軍の勝利は乃木大将の功績である、こういうことを言ってるんですね。でその日にその、まあ、そのアメリカは東京大空襲を行った。ただその戦争中にですね、まあ、敵国の心を折るために作戦行動を取るというのはまあよくある話でありましてですね、それはそういう意味なんですけども、最大の問題は何かというとですね、戦争に負けた後、いわゆるその敗戦利得者というものが出てきてですね、その敗戦したことを奇貨としてお金を儲ける、名声を博す、そういうその、まあ、よろしからざる行動を取った敗戦利得者というものが生まれてきて一世を風靡したんですね。で私はですね、司馬太郎先生もですね、その一人なのではないかというふうに思っているんですね。で、まあ、司馬先生は坂の上の雲全8巻でですね、まあ、乃木大将を、まあ、バカだちょんだね無能だ、まあ、散々こきょるしてるんですね。でそれはその乃木大将をその罵ったというだけでなくてですね、日本人の心のに顔に泥を塗ったんじゃないかというふうに私は考えております。それで私はですね、その乃木大将の名誉を回復するということで、この日露戦争と日本人という本とですね、それからこの乃木大将と帝国陸軍の完成という本と2冊書いたんですよ。この2冊は乃木大将は偉い人だ名将だという内容を書いたんですね。ただまあその司馬太郎先生の坂の上の雲8巻に対してですね、2巻で迎撃、2冊で迎撃してるわけでありますし、それにその、いわゆる文才から言ってですね、まあ、司馬太郎先生の文才とですね、まあ、私の文才ではですね、もう天と地ほどの差があるということで大変苦戦をしておりますけれども、まあ、しかし私としてはいわゆる乃木大将並びにですね、その乃木三軍の将兵の名誉を明らかにしたいということで、そういうことでその歴史の真実を明らかにしてですね、3月10日の陸軍記念日というものの意義をですね、改めて皆様に訴えたいというふうに考えております。以上でございます。はい、ありがとうございます。東京大空襲のね話はそういう、ベースがあったということ、それとやっぱり前にこれ、まあ、よく毎年戦後の戦争の話してるんですけど、やっぱり出たのはやっぱりまず無差別爆撃、それから一晩で10万人、まあ、殺されたのは世界史の中で初めてだというのと、もう一つは先ほどちょっと皆さんもちょっとお話した、原爆資料館のねジャパンじゃなくてジャパニーズに落とした、アゲンストジャパンじゃなくてジャパニーズっていう、今回の場合もこれ今ウクライナで、住民に対するね無差別な爆撃って言われてますけど、最たるもんである、つまりむしろそういうことをやるために落としたんじゃないかと、軍事工場とかそういうね具体的な目標じゃなくて、それおっしゃってるように日本人の心を折るというか、むしろそういう一番きつい陸軍記念日のねそういうベースのところでつまり日本人に落とした、日本人をやっつけるために落とした、心を砕くため、もう一つはこれ人種差別あるんじゃないかと、ドイツにはそういうの、まあ、ドレスデンのあれあるんですけども、こういうこともねやっぱり我々なかなかこの討論の中で私たちはどんどん言ってるんですけども、やっぱり原爆の投下もライシャワーさんが一発でよかったんじゃないかってあの人も言ってるんですね。本当に5万人あ50万から100万アメリカ兵が死ぬの不正だ、戦争平和のためにやったって、これ全く嘘だっていうのが今明らかになってる。こういうことを含めるとね、今おっしゃってたこと、それから
隠されてきたことだんだん今明らかになってきてる。司馬さんのはすごく達見だと思いますけどね私はそう言われるとそうかそういうことも見方あるんだっていう、ね、いう感じがしますけれども、はい、またこれもいろいろ出てくるかもわかりませんのでまたお話ししたいと思います。じゃあ富岡さんお願いします。はい、私は文芸評論をずっと書いてきたんですけど、三島由紀夫とか戦後の日本文学書いてきたんですけど、やっぱり一番大きいのは、まあ、三島さんもそうですけど大東亜戦争という出来事、そして敗戦だと思うんですね。ですから私も、まあ、文学文芸批評を書いてきましたけど、必然的に日本の近代史って言いますか、まあ、それが自分のテーマになってきた、まあ、そんな感じがします。でここ何回か実は討論をお誘いいただいて、明治維新のこととかあってぜひ出たかったんですが、ちょうど日程が合わなかったんですが、今回はですねこの米英が歴史から消したかったものということで、まあ、東京大空襲から広島長崎って非常に重要なテーマだと思って今日は参りました。実はちょっと私事なんですが、私の父が98歳でですね、先週土曜日に亡くなりまして、ちょっといろいろごたごたしてたんですが、ちょっと親父と死んだ親父とですね対話して、お前出てこいと、これ大事なテーマだと。大正14年生まれなんですね。実際は出生届が遅れて、実際は大正13年の生まれだったらしいんですけれども、まあ、それはともかく前に親父と議論した時にですね、私がいろいろ大東亜戦争について生意気なことを言ったら、親父がですね、おい俺は大日本帝国の教育を受けた人間だぞと言われたもんですから、まあ愚の根も出なかったんですけど、やっぱり戦争は何だったのかっていう問題は本当に私は昭和32年の生まれでございますけれども、ずっとやっぱり日本人が引き継がなきゃいけない大変重要な問題だと思っています。でまさに今社長がおっしゃったそのジャパニーズですね、ジャパンじゃなくて、これは明らかに、まあ、米英、まあ、アメリカだけじゃないです、西洋人というのがこの黄色人種の差別してきた歴史はもうご存知の通りでありまして、まあ、第一次大戦に勝った時にドイツのヴィルヘルム2世がね、黄色い災いオカロンと言って、まあ、以後ですね、まあ、第一次大戦の時に、まあ、日本は連合国側につきましたから、漁夫の利を得たわけですが、大正8年の1919年の1月からのパリ講和会議で、まあ、日本はですね国際連盟の規約に人種的差別撤廃提案というのを入れろと主張したわけですよね。あれ全権が西洋寺金持ち、牧野真剣で随伴したのが松岡洋介、吉田茂、重光守る、まあ、そういった、まあ、まさにその後の大東亜戦争に深く関わり戦後にも関わった人たちが人種的差別撤廃というのを、新しくできたですね、まあ、ウィルソン大統領でしたけども入れろということを初めてこの黄色いアジア人がですね撤廃提案したと。私はですねあれは非常に大きな日本のですね戦いの始まりだったと思います。もちろんあれはアメリカそしてイギリスの強い反対でそれが否決されたわけですけれども、まあ、あの時からおそらく、まあ、アメリカイギリスですねはこのジャパニーズというのは一体何者かというですね、まあ、脅威とですね、恐れとそして、こいつらを何とかしなきゃいかんという思いとですね、まあ、そもそも日露戦争は日英同盟だったわけですけれども、実はあれロシアに勝ったって聞いた時にイギリスの国民はみんなびっくりして、逆にロシア負けたのかと、日本に対しての勝利を全然喜ばなかったと聞いておりますけれども、まさにですねこの白人中心の、まあ、この世界の中で日本人が唯一、まあ、この差別されて植民地化されたアジアから立ち上がってですね
この西洋と対峙した。やっぱりそこからですね、ずっと大東亜戦争のまで来て、そしてこの3月10日の東京大空襲、そして広島長崎に至ってるんだっていう、まあ、改めてちょっとそこを今日は議論できればと思っております。そうですね、実はさっきたまたまなんですけど、うん、そのちょっと早く来たんで青山通りの古本屋歩いてましたらですね、井上雄一ってこれ書家なんですけれども、はい、あのこれ昔出た太陽っていうのが出てまして、実は井上さんっていうのはこれ東京大空襲を経験してるんですね、うん、であの横川国民学校 の先生をやってました。でその時のね、これあの国民学校の子どもたちのことを思って、後にその昭和20年3月10日未明アメリカ米機東京夜間大空襲を記すという、うん、こういう書なんですね。まあ、ちらっとこういいですかね、まあ、こういうブワーッて字で一気にこの悲惨な状況を書きまくった、あのすごいですね。つまりもうこれはもう書家があの日本人のこう魂がですね、すごいですね。それこうすごくね、これ全体はなんか大きな画面のようです、うん、ものすごく大きな画面でですね、あの描かれてる、まあ、絵なんかもですね描いてるんで、まあ、この方は書家というよりはなんかそういう魂の表現の人だったと思うんですが、いや偶然なんですけども、そこ歩いてたらですね、これがポンと置いてあったんで、ちょっと値段は高かったんですけど、これは買ってですね、今日はこんなと思ってやらしました。まさにこの3月10日っていうのは、まあ今日は9日ですけれども、あの日本人が絶対忘れてはいけないものだって思って、まあ、そのあたりお話しできればと思っています。あのそこのところ辺のところがね、実はあんまり報道されてない。いや、あの森さんにもねお話しいただいたことと思いますけど、あの一番みんな一般の人保守の人も知らないのは、日本が終戦迎えてポツダム宣言受諾した後、オランダフランスアメリカイギリス全部自分の旧植民地に軍隊を送ってね、再度植民地化しようとしたというね、こういうことはほとんど伝えられてない、うん、で我々の国が侵略国家になってるというね、こういうようなごく当たり前、まあ、知ってる人はみんな誰でも知ってるんだけども、あのまあその映画なんかになりましたんで、インドネシアのね、あの2000名の兵隊さんが、うち1000名ぐらいが独立戦争でインドネシア人とね協力して亡くなったとか、こういうようなこともあの一部は知ってますけども、そういう形で戦後の大東亜戦争は実は日本が終戦、まあ、敗戦したんだけど軍事的に、ただあの大東亜戦争が続いて独立まで行ったっていうね、こういう見方も逆にできるというね、あの最近言われるようになってきましたけどね、はい、まあ非常にこうあのいい傾向だなと私は思ってるんですけども、では茂木さんお願いします。はい、はい、今日はあの非常にあの重いテーマでちょっと来るのが憂鬱だったんですけれども、あのさっき原先生おっしゃった通りで、やっぱりあの全てをね明らかにしなきゃいけないと思うんですよ。で毎回この番組のテーマっていうのは、なんで日本が要するに未だにアメリカの支配下にあるのかっていうことですね、うん、一番のテーマっていうのは。そうです。でそれはあのもちろんアメリカによっていろいろ巧妙な支配を受けたっていうこともありますけど、やっぱり日本人の心の問題 でなんで日本人がその独立の危害をなくしたかっていうことですよね、うん、でその一つの理由は僕はやっぱりあの3月10日とそれから広島長崎のあの恐怖、もうあんなことは二度と嫌という、これあの精神医学ではあのストックホルム症候群って言いまして、要するにその加害者があまりにも暴虐を振るった時に、被害者がその加害者に対する全くその抵抗できなくなっちゃうっていうですね、むしろ加害者をかばうという、うん、我々が悪かったんだと、うん、よくあの DV に遭う女性がですね、私が悪いんですって言ってこう自分を慰めるっていう、まあ、そういうことがありますので、そんなことはもうやめましょうと、うん、いうことで、ちゃんとですね僕らは彼らがやったことを裁くべきなんですよ。でそのためにはここはですね、
感情は排して、その論理的に法的に、じゃあなぜあの広島長崎と東京大空襲がどこが間違っているのか、じゃあ国際法上どこに問題があるのかってことをちょっと今日はお話ししようと思いまして、で戦争のルールっていうのができたのがですね、これですね、30年戦争です。でヨーロッパでもう凄まじい殺し合いがありまして、これはあの宗教戦争なんですよ。それであまりにひどかったっていうことで、まあ、戦争にもルールを作ろうという動きになりました。でグロティウスっていう法学者がですね、あのいや戦争するにもその決まりを作ろうということ で、うん、でその国際法がすぐにできたんじゃないんですよ。これもそれから200年以上かかって、さまざまな国際条約協定の積み重ねの上に、まあ慣習法として出来上がりました。でこれをですね、成文化したのが1899年のハーグ条約ですね、ハーグ陸戦条約でありまして、でここで明確に戦争のルール化をしました。これは日露戦争の5年前です。でポイントは3つありまして、分けましょうと、戦ってる国と戦ってない国を分けますと、交戦国と中立国を分けます。で中立国は絶対に巻き込まないこと、それから交戦期間と休戦期間の分離、もう休戦協定結んだらもう打ち方やめ、その後打っちゃダメですよということですね。それから今日のポイントは、戦闘員と非戦闘員の区別、でこれははっきり書いてあります。戦闘員はそれと分かる表彰をつけろと、軍服を着ろと。で軍服を着てる人間は殺しても合法、しかし軍服着てない民間人はダメということなんですね。ただし民間人であってもゲリラはこれは戦闘員とみなします、はい、としますと、一般市民に対する無差別空爆っていうのはこれ非戦闘民に対する攻撃ですから、これは明確な国際法違反なんですよ。誰が見てもそうじゃないですか。そうですね。でこの空爆という思想は一体どこから来たかということなんですけども、調べてみたらこの方はですね、あのジュリオ・ドゥエっていう方で、この人はイタリアの軍人さんです。で実はですね、あの空爆ってものを最初にやったのはイタリアなんですね。はい、1912年ですから第一次大戦の2年前にイタリアとオスマン帝国、オスマントルコが戦ってます、リビアで。でこの時にこのジュリオさんがですね、初めて、空軍を率いて空爆やってるんですよ。で彼はここからですね、将来の戦争は絶対に空になるから、強力な空軍を持つこと、そして戦略爆撃すること、つまり相手の軍隊じゃなくて敵の中枢、特に政府に対する攻撃をすべきだと。そしてそのためには、その敵の空軍に妨害されないように制空権を持つべきだということを彼が唱えているんですね。それで、戦略爆撃っていう言葉ですけども、実は戦略爆撃と戦術爆撃があります。で戦術爆撃って言います、こっちはですね、要するに敵の軍隊とかあるいは軍事施設に対する攻撃になります。真珠湾攻撃はこれです。あれは真珠湾という軍港をやったんであって、ホノルル市街には爆弾を落としていません。はい、に対して戦略爆撃、ストラテジックボンビングっていうのは、敵の生産施設やインフラ、そしてもう経済自体を破壊する、さらには都市の破壊で、さっき末木さんおっしゃったような、まさにくじかせる気持ちをという目的でやるものでございます。ですから今日のテーマは、こっちですね、広島長崎東京大空襲はこの戦略爆撃だということになります。ちょっと長いんで一旦切ります。というようなことで、ちょっといいですか。どうぞ、はい、これ今のお話はここに書いてありますので、もしご興味があったらお願いします。はい、はい、というねことでありましてね、いいですか、一応とりあえずは。はい、いやそういうことなんで、まあ、だんだんはっきりしてきたと思うんですけどもね。はい、では瀬さんお願いします。はい、私この米英が歴史から消したかったものと、このタイトルでやはり問題にしたいのは、GHQ の戦後検閲の問題といいますか、これが今茂木先生がおっしゃったようなですね、日本人のこの独立の気概みたいなものを消し去ったっていうのは、かなり大きな要因ではあると思うんですね。はい、
でこの GHQ の戦後検閲というのはものすごく意識的に行われていると思います。例えばですね、これアメリカは、もうこれ非常に歴史を持ってるんですね。こういうふうに敵の、意欲とか危害をくじくというのはですね、例えばインディアンというか、最近はポリティカルコレクトのですね、ネイティブアメリカンという方がいいのかもしれませんけれども、このネイティブアメリカンをこうなんて言いますか、おとなしくさせるためにどうしたかといったら、もう彼らは非常に意識的にですね、彼ら のネイティブアメリカン の、戦士の記憶といいますか、彼ら その戦いの伝承でこう勇ましく戦ったっていうような伝承、これをもう忘れさせようとしたんですね。でそして例えばトーテンポールとか、または他 のそういう戦争の記憶 の、何か記念碑みたいなものですね、そういうのをもう叩き壊すと。でそして伝承みたいなことを語り継ぐのをもう禁ずると、そういうふうにするとインディアン、ネイティブアメリカンの人々というのは非常におとなしくなったらしいんですね。でそういうのがもうアメリカ人はそういうのをよく分かってたわけなんですね。ですから戦後の検閲というのも、まさに評論家の江藤淳が非常に緻密に調べましたけれども、閉ざされた言語空間とかですね、で、あそこで書きましたように非常に意識的に、そして徹底的に展開したわけなんですね。でこの江藤淳の問題意識というのを私は非常に共感するところがあるんですけれども、江藤淳はもともと文学畑の、文芸評論家ですよね。で文芸評論家だけれども、なんでその戦後検閲を問題にしたかといったら、戦後の文学が面白くなくなったっていうんですね。やはり何か何て言いますか、こう自分たちの感覚というのをこう繊細かつ緻密に表現しようというようなことがなくなってしまって、何か借り物の議論を展開するようなですね、でイデオロギーに、すっかり侵されてしまっているような、非常に文学が面白くなくなってしまったと。だから、江藤は閉ざされた言語空間の中に書いてますけれども、江藤淳はこう毎日新聞でずっと文芸辞表を9年間ぐらいですかね、やってたんですけれども、この戦後検閲を問題にする前にですね、でずっとその9年間日本の戦後文学をずっと毎月毎月読んでたわけですけれども、もうそれはやっぱり戦後は非常につまらなくなってしまったと。でこれはやっぱり GHQ の戦後検閲っていうのはかなり大きな影響があるだろうということで、文学、日本人のこう表現の空間といいますか、日本人が本当に自分たち の感情を表現できるようにですね、でそのためにも戦後検閲の問題というのを、議論しなければいけないというふうになったんですね。でこれは私現代でも大いに生きている課題だと思うんですね。これもうあまり GHQ がどうのっていうのはこれは大切なことだと思うんですけれども、それ以上にやはり日本人の問題であるところが大きいと思うんですね。もう戦後、もう78年ですかね、戦後78年経ちまして、もうそんなに経ってるんですね、そんなに経ってるわけですから、もういい加減に日本人自身がですね、もう江藤に言わせると、もう日本人自身がですね、その GHQ のコードといいますか、 GHQ がこう押し付けた表現のルールみたいなものってのすっかり内面化しちゃったんだっていうんですね。でこれをもういい加減に意識化して、それを打ち砕いて、もっと自由な表現をしていかないとダメだと私は思うんですね。でこれは私はその文芸畑ではないですけれども、私政治学やってて、これ非常に江藤と問題意識共有するところあるんですね。これは社会科学の領域でも、日本人の学者がですね、やっぱり自分たちの感覚とか価値観とか伝統に従ってこう理論を作ろう、社会構想を作ろう、もっと言うとこう具体的には憲法を作ろうと、国のこう枠組みを作っていこう、またはその日本だけじゃなくてその世界秩序の提案をしていこうとかですね、日本の社会科学者ってそういうふうにならないんですね。ならない、例えば憲法をめぐる議論でもこれ非常にはっきり分かりますけれども、護憲派の人々というのはですね、結局根底には日本人の価値観とか感覚とか伝統に対する否定的な意識というか、日本人が自分たちの手で憲法を作ったら軍国主義的な危険な平和とか全く考えないような自己中心主義的な憲法しか作れないと。
日本の価値観とか伝統っていうのはその近代のそういうあの平和な社会を作っていくのにはあのふさわしくないんだってはっきり口に出しては言いませんけれどもそういうところが私はあると思います。でこれあの憲法の場面だけじゃなくてその社会科学一般にですねやっぱり日本人の学者っていうのはやっぱ自分たちの価値観伝統で、まあ、理論を作っていこう、それをこう言語化してあの政治哲学を作っていこうなんかそういうことを戦後、まあ、ほとんどきちんとしてこなかったと思うんですね。でそういうことをすると何かこうブレーキがかかってしまうと、心理的なですねなんかやはりそういうところもありますのであのやはりこの現代の問題として、まあ、あの戦後の検閲の問題またはその米英がですね歴史からこう意識的に消そうとしたものですね。でそして我々がすっかり内面化して、しまったものですね。でちょっとそれはやはりきちんと問い直してでそしてあの我々があの本来こう感じている感ずるべきそういうあの、まあ、あの価値観なり感情とかですねあのそういうものというのをもうきちんともっとあの大切にしていく。かなければならないのではないかなと思うんですね。まあ、その意味であの今日のテーマというのは非常に重要なテーマであると思います。はい、あの本当そこのところなんですよね。まあ、江戸潤さんのそういうのは我々一番影響を受けた東大大学弦楽空間のね話と同時にあの今日ちょっとせっかく今それあったんであのこの今最近ちょっと3冊ぐらいあのエマニュエル・トッドの話をちょっとあの本が3冊ぐらい出てるんですけどね、まあ、これちょっとこの1週間ちょっとパッとこれパッとっていうか、まあ、読んだんですけどあの家族の話なんですよこれあのつまり本当の脅威はコロナでも経済でも中国でもないと日本型家族の問題がどうなったか。私はあの昭和24年生まれなんであの、まあ、本当に戦後の敗戦の直後にベビーブームの中で生まれたんですけどテレビを意外と早く私のうちは町内で2番目に早く見た、うん、でアメリカの映画がテレビドラマとかがもう本当にプライムタイムっていうかゴールデンタイムという時間がそうだったその時お父さんが出てきたんですね。お父さん出てきた時ものすごい物分かりのいいあの理解がなんかパパは何でも知っているとかあのお友達感覚とか先輩感覚みたいなでうちの場合は親父がここにいてまず箸を連れてから子供たちもみんな食べてよしみたいなそういう感じが当時はまだあったんでもう後半になると全然なくなっちゃったんですけどそういうことあってあの目線もテレビの、まあ、これウィルって雑誌に書いたんですけどテレビが来る前までは今こう並んで今こちら見ていただいてますけど親父がここにいて子供たちお母さんがこういてでこう食べてるんですね。だから絶えず子供は今日の話とか何だか話をするとしても親父を見てた。ところがここにいた親父がテレビが来ることによってうちの場合もそうだったんですよ。こっち行っちゃったんですよ親父が。でどっち食べてる姿は同じなんだけど中心はここに出てくる格好のいいあの、ね、青年男女綺麗な女性を男性 でふと見るとあふと見るとこっちじゃないんですけどもあのなんか冴えないって言ってはあれけど別に美男でも何でもない親父がいるっていうようなね視線の中で家族が崩壊していくって、うん、テレビの興行ってのはそれあの視線が絶対親父に行かなくなった注目もいかなくなったテレビが一応みんな教えてくれる洗脳装置で楽しいし面白いしいろんなことがあるこういう家族の、ね、崩壊っていうのが実は昔あったんじゃないかと思ってあのトッドがこれ言ってるんですよ、うん、あのまだトッドは甘いから日本の家族形態はまだいいとやってるけど全然そうじゃなくなってるあのいうことなんですけどもあのこのことの、ね、家族の崩壊っていうのは実はいろんな意味でも GHQ とかいろいろあるけれどもこの家族制度というか家族体系父親がいて家族がいてで長子が引き受けていくこういう系統それからロシアのプーチンのロシアは親父がいてじいさんばあさんとかみんな平等にいて暮らしてるどっちが今幸せなのかと核家族型と、まあ、英米がそうだっていうんですけどねこういうことも含めてね我々が今戦後味わってきた家族の体系とさっきおっしゃっていただいたトラウマみたいなのとね
バラバラにされた個人がものすごい弱い存在になっていくっていう、こういうのを含めて結構失ったものが大きいじゃないかというね、気がちょっとしてまして、まあ、せっかく今瀬さんが大変重要な話してくれたなと思いますんで、こういう家族問題というか日本の家族制度、家族制度じゃないですね、体形態の現れなんかもね、やっぱりちょっと注目してみたいと思いますけども、はい、上山さん、コロンビアのボゴタから、はい、よろしくお願いします。はい、はい、今冒頭で触れていただいたように、はい、5月の19日から21日まで、はい、G7 の広島サミットが開かれますね、はい、まあ、おそらく世界の核廃絶に向けて努力するなどというような、そういうまあ欺瞞と偽善でこのサミットを粉飾するつもりではないというように私は考えます。そうですね、岸田総理に何を期待しても虚しいだけとは私は考えますけれども、昨日3月の8日ですね、アメリカは核抑止に関する日米韓の協議体を創設するということを報道としてありました。まあ、この核の傘に対する不安が同盟国に広がっていることへの対処のようなんですけれども、まあ、ご案内の通り、この昨今の韓国と日本の徴用工関連の動きはやはりこのような一連の動きを見るとアメリカの介入が背後にあるべきであると、見るべきだろうと思います。アメリカは、まあ、韓国の無法やその本質を分かっていないと思いますね。いずれ、彼らも痛い目に遭うことだろうと思います。まあ、こういうエストラゴットに過ぎないような核の傘幻想で惑わして、日本自らが核武装することを牽制するという狙いがバイデン政権にはあるのではないかというように思います。まあ、そのことを理解せずにこんな協議体なるものに関わっておれば我が国の国益は損なわれるばかりだと思います。いずれにしても、まあ我々日本人として史上唯一の核の被爆民族といたしましてね、G7 広島サミットを契機に原爆投下の歴史経緯を正しく再認識していかなければならないと思います。二度とこのような悲惨な民族の歴史を繰り返さないためにも私は自衛の核武装をしなければならないというように考えます。まずこのことを申し上げた上で、この原爆投下の目的について少し考えてみたいと思います。はい、従来早期に日本を降伏させて戦争を終結させるという、まあ、これが原爆の目的であったというような戦争を終結促進ということが唱えられておりました。あるいはアメリカ軍の被害を最小限に食い止めるために、まあ、この原爆投下をしたというようなことが語られていたと思うんですが、しかしこれらは本当の目的では私は全くないというように思います。ちょっとここで視聴者の皆さんに資料を確認をしていただくんですが、資料の位置を出していただけますでしょうか。出ました。はい、この資料にはですね、番号の1から4番までカイロ会談からポツダム会談まで非常に、まあ、有名なこの教科書なんかでも扱われている会談を、まあ、ここに記しておりますが、この4つの主な会談以外にもですね、実は隠されたといいますか、裏のといいますか、重要な会談が2つあるわけなんですね。はい、それがあの星印で記しております1943年のケベック会談と、もう一つは1944年のハイドパーク会談であります。そしてこのまずはケベック会談について少し解説をしていただきますが、資料の2を出してください。このケベック会談、ルーズベルトとチャーチルが行った密談でございます。丸の1でも記しておりますように、実はこれはイギリス独自の原爆開発がアメリカよりも先行して始められていたんですね。
41年の10月にはもうイギリスは原爆開発に着手していたのに対し、42年の8月にようやくアメリカのマンハッタン計画が始まったわけなんです。でそれに対してはイギリスの核開発研究をマンハッタン計画の中に統合して共同で核開発をしていこうじゃないかということが第一に取り決められました。そして第二はですね、まあ、この原爆を第三国に使用する場合は米英の互いの同意を必要とするということを取り決めたわけなんですね。つまりここで原爆を兵器として使用するということが決められているわけなんです。アメリカのルーズベルトの犯罪だけではなくて、イギリスのチャーチルの犯罪ということもこの原爆問題についてはよく私は認識しなければならないというように思います。そうですね。そしてこれが非常に重要な点だと思うんですが、資料の3を出していただけますでしょうか。はい、はい、これです。ハイドパーク会談であります。1944年の9月に開かれた開催された、まあ、これもルーズベルトとチャーチルの密談であります。この会談では原爆の日本人への使用について両者が合意をしたという点が非常に重要だと思うんですね。あの資料のこの赤字のところでも記しておりますように、これはAgainst the Japanese なんですね。日本人に対して原爆が使用されるということが、まあ、ここで決められていくわけなんです。日本じゃなくて日本人なんですね。そうですね。つらいこのチャンネルさくらの番組でも、はい、林千里先生と、うん、水島社長との対談の中でも、うん、このことが何度も強調されて解説をなさっておられましたが、私もここが非常に重要なポイントだと思います。日本ではなくて日本人と記されている、これはなぜなのか、ルーズベルトが、まあ、日本人に対して強い人種差別的思想を持っていたからなんだということが、やはりこれは大きく挙げられると思うんですね。まあ、ルーズベルトの日本人に対する人種差別思想はイギリスの駐アメリカ公使もこのことを本国に対して報告をしていたり、あるいはルーズベルトが日系人の強制収容所を創設をしたというようなことにも表れていると思います。で、このルーズベルトだけが、アメリカだけがこの原爆の日本人への使用にこだわっていたのかと、そうではないと。先ほども言うようにイギリスもこのことを合意をしたし、そしてそのアメリカの政権の全体の中でですね、この原爆投下を日本人に対してやるという考え方が全体の中で引き継がれていくわけなんですね。このルーズベルト大統領はご存知のように1945年の4月の12日に病死をし、トルーマン大統領がこの引き継いでいるわけですけども、ルーズベルトの考え方も引き継いでおります。まあ、この考え方を政権内で継承を共有させた立役者がジェームズ・バーンズ元国務長官であります。まあ、バーンズはマンハッタン計画に深く関わっていたことでも知られております。トルーマン政権内では原爆の日本人の使用ということは全体として共有をされていた。つまりルーズベルト個人だけの企みじゃなくて、当時の民主党政権全体がこういう考え方を持っていたんだということなんですね。ただですね、まあ、この警告として原爆を使用するという考え方が実は政権の中でも体制を占めていたんですが、結局ご案内の通り警告なしでいきなり原爆が我が国に対して使用されていくことになるわけです。資料の4を提示していただけますでしょうか。はい、この警告なしの原爆投下を主張した人物が第一にチャーチルイギリス首相であります。そして今申し上げているようにアメリカのバーンズ国務長官、
この二人がこの強硬な主張をしたがゆえに、結局まあこういう警告なしでいきなり原爆が使われていくということになっているんです。どうしてこういうまあ警告なしで原爆の投下をしたのか、原爆を実施をしたかったのかという点は、第一の理由としてソ連を抑止するためである、アメリカの覇権を誇張するというようなことが挙げられると。そして第二に、それが政治的社会的影響と人体的影響を見定めるという実験として遂行されていく、日本人に対して原爆使用は許容されるというような、こういう目論見みがあったのではないかというように思います。だからこそ、まあ、同時にこの必要に日本人悪玉論ということが、まあ、挙げられていくわけなんですね。まあ、長くなりました、すいません。米英が歴史から消したかったものは何かという、今日のこの討論会の点に対する一つの答えとして、まあ、こういったことを議論の叩き台にしていただければと思います。はい、ありがとうございます。ね、ちょうどね、おとといの私の番組で、ちょうど今上山さんと同じことを、まあ、いわゆる、日米韓のね、そういう核の抑止のことをやろうというのは、私もはっきり言ってこれは日本とか韓国に核武装させないいうような、そのためにやってるだけであると、核の傘なんてのは全く幻想である。つまりもっと言うと、極端に今日の昼間の番組で実は話を言ったのは、韓国と日本が核武装して北朝鮮も核武装して中共もロシアも核武装したら、もっと言えば台湾まで核武装したらアジア平和になっちゃうじゃないかと、東アジアは誰も手を出さなくなる、お互い話し合いしかできなくなるというようなことを普通に考えていいということは、アメリカが全然東アジアにいる必要がなくなってくる、こういうようなことが起きてしまう、このぐらいの発想で見とかなきゃいけないから、トラブルを起こしたくてしょうがない。北朝鮮が今やってるのはかなり危険なことで、私なんかは正直言うとアメリカのある種のイニシアチブもあるんじゃないかと、アジアにどうしてもこう不安な状態、緊張状態、こういうものを起こさないとアメリカにいる今理由がないんですね。で、基地も何も今どんどん引き上げてます。海兵隊も引き上げたし、戦闘機も引き上げて巡回でやるとか言ってる。で、空母はもう近づけない、中距離ミサイルで、対艦ミサイルで全部撃滅される。CSIS というアメリカのシンクタンクが言ってるのは、日本の海上自衛隊もほとんど全部やられるだろうと。航空自衛隊の飛行機も地面に地上に置かれてますから、それからいわゆる自衛艦、護衛艦もほとんどやられると、ちゃんと予測してるんですよね。で、台湾があったら日本がでも戦わなきゃいけない。で、ウクライナのように武器とあれは売ってやるし、ね、やってやるから日本頑張れと、今のウクライナ状態が本当に実現するんじゃないかと。だからいち早く私は今うちのまあやってる党ですけど、国盛というのは今回の大阪府知事選でも核武装をやろうと、地方自治体の首長選挙はなぜって言うんだけど、もう国会とかそれやるつもりないから地方から攻め上れと、中央にそのぐらいのつもりで総合国旗をしましょうというのを呼びかけてますけど、本当にこの今日本の場合は危険な状態になってる、このことがなかなか自覚されてないんでいうことなんですけど、それと一応ちょっとさっき名誉のためにこの方が林さんとかでやった時、岡井ビンさんですね、ご存命の方でも90いつの大変、まあ、今もうあれ引退状態ですけれども、こういう本をお書きになった、これが先ほど今上山さんに言っていただいた、これ初めて日本でほとんど無視されたそうです、この GHQ のこの文ですね、それから過ちは繰り返しませんみたいなね、言った死後のないようなもの自体のこういうあり方、このものもやったそうです。これうちの仲間が、まあ、ちょっと分かりにくいと思いますけど、広島の原爆資料館で写真を撮ってきてくれました。こういうようなものが実は何か所かあって、
ね、というようなことでタッチパネルなかなか押しても4回やってやっと出るようなこれわざとじゃないとは思いますけどもそういうようなあのことですね、はい、こういうものが今あの報告が来ました、はい、まあ、あのなかなかこうこの問題も大変な問題だとは思いますけれども抑止っていう話抑止核の抑止、はい、まあ、核でなくても抑止っていうことで当然言われるんですけど非常に素朴な話ですけど、はい、抑止の原点っていうのは少なくとも同等、そうですね、パワーとしてあのだからまあ核の量ですよね、あの上回るかどう少なくとも同等でない限りは抑止っていうことは、発生しないですねパワーとして、まあ、そういうことが浮き彫りになってくることはあの意義があることかと思います議論としては。で、まあそうか、はい、じゃあまあちょっとそれあの、まあ、これ一番分かりやすいなと思うのはあの、まあ、これ、まあ、私がちょっとあのエマニュエル・トッドがこの別の論でちょっと書いてるの分かりやすいんで言うと、ここで私が提案したいのが日本の核武装です。あまりにも非現実的だと思われるかもしれませんが、アメリカの行動に危うさや不確かさがあるとすれば、その必要性はかつて私がそう提案した時以上に高まっています。ここからですから、これはまあ意見があると思います。核兵器は軍事的駆け引きから抜け出すための手段であって、核の保有は私の母国のフランスでそうあるように攻撃的なナショナリズムの表明でも、パワーゲームの中での力の誇示でもありません。だから抑止力の解釈がちょっと違う、むしろパワーゲームをの拉致外に自ら置くことを可能にするのが核兵器ですと、結果としてね、つまりむしろパワーゲームの拉致外に自ら置くことを可能にするのが核兵器ですと。核とは戦争の終わりで戦争を不可能にするものなのですと、だってこのように言うと日本の皆さんは日本はアメリカの格差で守られていると思わせるかもしれません。それは本当じゃありませんみたいなことを後で続いて言ってるどんどんのね、あのまあ私はこれほとんど同じ意見なんでね、あれなんですけど、まあこれ核の問題はまあ今ねあれですけども、今言ったように一番あのアメリカが私なんか見てるのは、ウクライナでもついにヨーロッパはロシアとヨーロッパの国がぶつかってる、まあ、彼は第三次世界大戦も始まってるんだと、アメリカは代理戦争じゃなくなってる、ベトナム戦争やアフガンやあれと違ってね、自分で自らロシアと対決し始めてるということがあって、こういうアメリカと今我々の国が付き合ってるというあのことで、まあ、今日このテーマはあのそういうアメリカと付き合ってる今我々はね、一体なんでそうなったんだろうっていう、先ほどあの瀬さんがね言ったあの GHQ から始まったこと、それからあの我々が奪われたもの失われたもの、あのストックホルム症候群ねかもわからないし、本当にあのこういう問題なんですよね。でこの問題でちょっともう一つちょっとお聞きしたいと思うのはね、あの明治からいろいろ我々ずっとご指摘いただいて、江戸から明治、あるいは大東亜戦争の終了からあの昭和やってきましたけど、最近ちょっと私はいろんなものを見た時、日本の文化的な転換点とかこういうものが本当に明治維新だったか、むしろ宮沢なんとかのあれじゃないけども大東亜戦争の終了こそ日本が日本でなくなるねきっかけになってるんじゃないかと最近ちょっと考え始めたのがあって、江戸から明治いろんなものはあったし、もちろん近代化というところがあったかもわからないけども、でも日本人のそういうもののシステムとか家族制度も人口も増えてるし、あの私は意外とね、あのちょっと最近そんなことをこれ個人的な意見ですけど考え始めたんですけど、あの本当に問題だったのは我々の終戦だったんじゃないかって、だから本当にさっきあのねあのおじさんがおっしゃったようにあれじゃないかなと、ストックホルム症候群がもう70何年間続くようなね相当強烈なものだったんじゃないかっていうね気がしてるんですけど、あの
我々の転換点というのは近現代史の転換点というのはちょっと最近そういう意見に変わりつつあるんですけどね。徹底的になったのはそうだと思います、うん、あそうですか、あの私自身が小学校へ上がるまでは、はい、日本は占領国だって非占領されてたんですよ。ああそうですね。ですから生まれた瞬間に占領国の子供でして日の丸をあげるとどういうことになるかとか、ああそうですね、それをもろに受けた、まあ、教育の上に当然そうなんですけれども、ですからあの後に J リーグが始まって皆さん若者があの日の丸をスタンドで賑やかにそれこそ楽しく応援された、あれ見てハラハラしましたもん。なるほど。あの怖かったですね。あもういいんだっていう感じですかね。あのそれこそ先生方おっしゃったように私自身がその子供の時にその GHQ のいろんな空気をうまく吹き込まれて育ったのかもしれません。まさにそうなんでしょう、まあ、その時に先ほど検閲のお話が出ましたけれども検閲っていうことのみに絞ればそれはルーツは GHQ の検閲指針ですね。確かに、あのそこにとどまってはいけない、もちろんそうなんですけどルーツになるのはあの GHQ の検閲指針、それに違反した場合は、3年ないし5年沖縄での強制労働ですよ、ね、沖縄での強制労働なんですね。それはあの今日の沖縄問題までひょっとしたらどっかで地下水脈のように、つながっていることかもしれないと思います。それとあのルーズベルト、まあ、付録としてトルーマン、付録って言うと彼は怒るかもしれませんが、ルーズベルトは、まあ、トルーマン含むルーズベルト、これの戦争犯罪といいますかそれはずっと語られてきて、ただあの今日の先生方のお話聞いて、あの一番私は意義深かったと申しますか、あれはあのチャーチルなんですね。あのチャーチルこそという思いはずっとありまして、あの私はヒットラーと同列に並べなさいと、もし人道に対する犯罪ということでヒットラーを裁くのであれば同列にチャーチルということをあちこちで書き申し上げてきてパッシングを受けてまいりましてそのチャーチルの問題が結構その浮上をしてきた、浮上させていただいたというのは、一つ今日大きかったかなという感じはしております。いやあのおっしゃるように、あの戦時の時からは良かったんだけど平時になったらクビにされちゃうみたいなねそういうのも今おっしゃったね、そういうところの部分も来てるのかも分かんないし、それとやっぱり先ほどの原爆の問題で言うと我々よく唯一の被爆国、あの被爆国って言うけど唯一の被爆国があるなら唯一の爆撃国も原爆落とした国もあるというね、この唯一をちゃんとねペアで言わなきゃいけない、アメリカさんだから今回本当言えば皮肉で別の番組で言ったんだけど、あのサミット行ったらここに集まったのは唯一の被爆国の日本と唯一の原爆投下国、そして唯一の原爆を日本人に落とせと言った国、ね、というのがみんな集まっておりますというようなことを挨拶で言えたら素晴らしいなと思うみたいなねことが、当然その時にあれなんですよね、あれを落としたのは誰なんですか、アメリカ人ではないですか、っていう話になるわけです。そうですね。エノラゲーの関係者3人中心にしてもう名前まで分かっている、その方々出てきてください、当然こうなるべき話になってくる、ですからただあの今ウクライナの問題で戦争犯罪という言葉も、割とお茶のままで届いてきている、ね、はい、その時に今ウクライナの方であの当然材料は集積して収集してあの貯めているかと思いますが、軍事に勝たないと戦争犯罪は追及できないっていうこれまでの大原則といいますか現実があるという、ここも
私たち結構この社会は疎いという疎いですね、それを正直気がしますね。そういうのも全然ないものとして、ね、無視してきたから、はい、どなたか第三者、その神様的な第三者が、舞い降りてきて、双方を裁いてくださる、そんなことは国際関係ですありえないわけですから、まず軍事に勝利しないと戦争犯罪は追及できない。先ほど尾身さんが整理していただいたそのハーグのところまでも遡れない、あの非戦闘員、あそこもとっても大事なところで、あの条約というのは非常にですから歴史的にも大きな意味があると思いますし、ですから今ヨーロッパの一般世論でも語られていること、一番の悪はプーチンだと、2番はハンガリーだと、3番は誰かって言ったらドイツだっていう、あの声がよく聞こえる。え、それあの核を落としてどう？いえ、ウクライナ問題に関してです。あ、ウクライナで、ショイグっていうのは、ま、あのフランスもそうなんですけど、人によってはドイツフランスっていうのはあのなんて言いますか、プーチンに協力しているみたいな。あ、でもそういうところあるんじゃないですか、あの実際それは分かるんですね。ですから 1にプーチン、2がハンガリーで、3が独仏という、もう今これが悪になって、悪の範疇に入ってる。あのいや、これもまたちょっと我々軍事討論っていうのをやってるんであれなんですけど、現実的にこうウクライナで何が起きたかっていうと、今4万人のポーランド軍、3万人のラトビア、ルーマニア軍、それにあのアゾフ大隊とかそういう雇われの民間の軍隊が実際あそこで、それから少数というかもう少数になったけども勇敢なウクライナ兵がロシア軍と戦ってる。ロシア軍の中にもあのワグネルというね、あの民間っていうかな、あの正教と言われてるそういう軍隊がやってる。だからどっちかっていうとアメリカがそれ、あとは武器は戦闘機やあれを除けば最新の兵器を与えてやった。つまり実は NATO 軍ともう実際ロシア軍が戦ってる。あ、そうですね。そういう状態が始まってるのに知らんふりしてね、でウクライナ人頑張れ、ウクライナ武器だけ送ってね、戦え戦えっつってね、死ぬのはみんなウクライナ国民、というこういう状態がね続いてる、あのいうことを考えて、もうこれはまあ、これもまあこれはとっととあれなんですけど、第三次世界大戦も始まってるっていうのは、具体的にアメリカとロシアが戦争を始めたのはもう第一次世界大戦以来初めてのことで、絶対にこれ何をやるかっていうと、さっき言った日本と韓国に核武装させないのと同じように、ドイツが随分 EU でのしてきたから、これドイツ潰す、今EU を潰しながら NATO が、英米の NATO、 ポーランドが肩代わりするっていうね、こういう状態になってるんじゃないかっていうのが、まあ、私たちや、まあ、この人もそうですけど、この間の軍事討論でも出たことなんですけどね、あのまあだからあのさっきね茂木さんが言ったそういう国際法ができてっていう流れでも、我々は完全にあのさっきね言った人種差別の問題も含めてね、あの極めて、まあ、戦後が続いている、敵国条項が続いているという、あの茂木さんね、これねちょっとせっかくいろいろことをご存知なんで、素朴な疑問をちょっと皆さん答えてもらって、なんで日本の政府は敵国条項の、まあ、一回やってますっていうのを返事もらってますけど、敵国条項の撤廃言わないですかね、これ。まあ、それ属国だからですよ。ね、そう言っちゃうとそのままなんだけどね。はい、どうぞ。あのね、あの先ほど末先生からお話で、まあ、GHQ の検閲というけど、もう50年も70年も経ってね、GHQ でもないでしょという話もあって、要するにあの今こんなに日本の国がひどくなった最大の理由はですね、私はあの戦後50年の村山談話から始まっているというふうに思ってるんですよ。その村山談話が、あの先ほどあの宇山先生がおっしゃった、あの日本人や果物、これを確定させてるわけですね。でそのじゃあ村山談話を推進したのは誰かというと、これはもうアメリカでもチャーチルでも何でもないのであって、これを推進したのはですね、敗戦利得者という名前の日本人なんですよ。まあ、そうですね。そこははっきりこう焦点を当ててね、議論をしないとですね、なんかチャーチルが悪い、トルーマンが悪いって
言っててもね、うん、何ら答えは出てこないと、うん、それでその敗戦離脱者の方々はですね、うん、まあ今その例えば新自由主義であるとかね、うん、あるいは日米構造協議という形でアメリカとがっちり手を握って、うん、国民の目の見えないところで日本の属国化、今おっしゃられた属国化を推進してるわけですよ。だからその、まあ、チャーチルだ、トルーマンだ、ルーズベルトだ、悪いけど、まあ、もう70年前の話だってね、その後我が日本人が心を折られたまま立ち上がろうとしないと、うん、それで敗戦離脱者の支配するがままになっていると、ここに対して草蜢復帰はなさらなければならないのではないかというふうに私は思っております。さっき先生言った明徳順がね、つまり大東亜戦争って言葉をね、いまだに使えない、いまだにテレビもね、みんな新聞も太平洋戦争って言ってる、まあ、このおかしさですよね。今鈴木先生おっしゃって、日本人が買えないんですもん。そう、うん、そう、結局日本人がね、うん、私が大東亜戦争という言葉を使ったがために硫酸瓶のターゲットになったんですよ。まあ、情けない話ですけど、硫酸瓶と塩酸瓶は怖かったです、うん、こういうところへパンと足元に落ちますとシューって音がして燃えますので、うんうん、その匂いはいまだに鼻についてますし、うん、やっぱ怖かったですね、うんうん、ただ大東亜戦争だと、日本人にとっては大東亜戦争だという、うん、これ定義もはっきりしているわけですから、それは譲れないということになるんですけど、うん、その言葉だけで塩酸瓶硫酸瓶のターゲットになるっていう時代が紛れもなく存在したっていうことです、うんうん、どうぞ。要するに言葉狩りはね、その今の大東亜戦争だけじゃなくてね、何々大虐殺とかね、こういうことは、まあ、言っちゃいけませんというか、あれは言ったり発言するとなんてバンされるとかね、それからこれこれはヘイトスピーチだとかね、強烈なその言論統制がかけられてるということなんですよね。そうなんですよ。だから私はまあ一回の言論人なんですけども、本を書いたりね、テレビやなんかでテレビとかこういうところで話したりなんかする場合にもですね、もう喋りにくくてしょうがないんですよ。なんか論理が成り立たなくなるんですよ、そういういくつかの言葉を、うん、その使用禁止だとね、言葉を使えないわけですよ。言葉使えないんだから思想が伝わらない、表現の自由がありますよなんて、そうって表現の自由全然ないんですよね。いや、全くその通りで、まあ、うちの場合は古典落語で使ってる言葉は全部使っていいということになってしてまして、あれだけど、ただ今言ったコロナウイルスに関連する、ね、問題はなかなか言えない。それから私が自分でもう2作軟禁の問題でね、映画作りましたけど、これも口に出すと全部これになっちゃうということがあります。これそれで果たして本当に我々の国が自由と民主主義のね、言論の自由がある国か、他の国、まあ、中国やロシアのことをね言えるほど立派にねやれる国かと、今やですよ、言えるかということも本当に問題になってるんですね。ところでその今言った問題なんですけど、敗戦離脱者の問題で言うと、まあ、我々はずっと言ってます。例えば今の、日本財団のね、なんですか、人たち、戸締まり用心ご用心の笹刈良一さんとかね、読売新聞の創設した人たちはみんな GHQ のスパイとして、まあ、いわゆるスガンプリズンに行ったりなんかして報告してる。その本も読んだことは、レポートも読んだことありますけど、もうこれ明らかに全部日本テレビなんかは、敗戦離脱者に与えられた利権なんですよ。で協定の利権もそうだし、こういろんなもの、前にロッキード事件で問題になった長野さんのね、国際興行とか、ああいうのは全部ね、あれだし、私は覚えてるけど、赤尾敏さんというね、日の丸と日の丸と星条旗持って、すき家橋やね、なんだあそこでね、有楽町のあそこでやってた、あの人だってちゃんと一円玉のね、
あの製造のあれちゃんと利権もらってやってるわけですよ。だから全部日本の、まあ、いわゆる星だ右翼だ言って自慢してた人たちは結局アメリカのね、あのはっきり言うとそういうあれに利権にね全部取り込まれちゃった学者も申し訳ないけど多いですよ。だから学者こそですよ。え、学者こそ、学者こそ、 そう、それですね。だからさっき言った7000何百のね、あの数百卒を選んだらみんなそういう人たちですよ。特に東大中心に。でそれが今あの各大学でねリベラルな学術会議風の人たちが教授だなんだその弟子になってる。だから本当は、まあ、かなり変わった存在になってるんですよね大学教授でもね。いやだから今シナって言葉もねあれですよ、シラバスで使えないですよ。あ、そうなんですか。はい、私はいろいろ思いましたけどそういうの、ね、シナ事変っていう言葉は使えないですよシラバスで。そう、それはそこを私は無理して使いたいのは、うん、そうそう、シナ事変っていうのは存在する、歴史に存在する。日中戦争っていうのは歴史に存在しないわけ。しないです。だから書くとするとね、日本なんとか政府表によるシナ事変はとかってつけなきゃならないね。うちの映画の場合は南京の真実の第2作目のサブタイトルはシナ事変と中国共産党っていうねそういう名前でやってるんでね。あのさっきの原爆とね、うん、あの GHQ の原爆ケース、一番象徴的なあの、うん、広島のねあの原爆資料館行って、うん、時に私一番衝撃を受けた原民喜っていうあの被爆して、はいはい、その夏の花って原爆の小説返した、はい、彼のねあの封書があるんですよね、はい、でそれが検閲で上が全部切られてるの飾ってあります。だからまさに、うん、その原爆とあの検閲っていうのはね、うん、ついになって、うん、戦後の日本を自爆してるんですよ、うんうん、そのことはねあの資料館行けばね一番よくわかる。本当そうですね。その点一つ、うん、はい、いやこれあのまさに江藤淳も言ってたことでですね、はい、あのまああのチャンネル桜見てる人たちは よく知ってる方も多いと思うんですけど、あの GHQ があのウォーギルト・インフォーメーション・プログラムっていうのを、はい、まあ始めたわけですよね。でこの時にあの江藤淳があの書いてるのはあの昭和23年あの1948年に、うん、あのまあその2月にまあ、民間情報局からこう出された文書にまさにウォーギルト・インフォーメーション・プログラムっていう書類があると。でこの文書にですね、まあ、あのこの文書あの、まあどまあ、要するに日本人が悪かったのだと、うん、いうことを植え付けなければならないっていうことを、まあ、非常に強調してるわけなんですけれども、このウォーギルト・インフォーメーション・プログラムっていうのはもうあの始まったのは1945年の 9月から始まってるんですかね、確かね。で最初はあれですよね、あのいわゆるあの太平洋戦士っていう、うん、あの太平洋戦士ですね、まあ、これをあの新聞連載で、うん、あの1945年 の、まあ、あの12月8日からですか、うん、あの開戦記念日からもう始めたと。でそしてあの同時にラジオ番組であの真相はこうだというやつですよね、はい、であれも始めたと。で こういうふうにあのウォーギルト・インフォーメーション・プログラム自体がこうあの、まあ、その頃から始まってたわけですけれども、うん、この昭和23年の文章で江藤淳が書いてるのはですね、この文章にははっきり書いてあると。でこのウォーギルト・インフォーメーション・プログラムさらに進めなきゃいけない、うん、昭和23年の段階で。これなぜかといったら、これあのあれなんですね、あのまあ、昭和23年の段階で、まあ、あの東京裁判でがやっぱり背景にあったわけなんですけれども、まあ、この時に例えばあの、まあ、東条英機がですね、あの堂々とした陳述を東京裁判で行って、うん、でそれが結構、うん、あのまあ、話題になったと。で実は東条いいこと言ってんじゃないかっていうような話とか、またはその、アメリカ国内でもあの、まあ、科学者とか聖職者とかジャーナリストとか社会運動家っていうのが、うん、原爆っていうのはこれ非人道的だったんじゃないかって、うん、アメリカ国内の、まあ、一部の人々がそういう動きがあると、うん、で日本がそれにこう日本国民の間でそれにこうしようという動きも、まあ、なきにしもあらずだと、うん、でこういう動きが大きくなってはまずいから、ウォーギルト・インフォーメーション・プログラムをさらにやらなきゃいけないと、うん、でその時に例えばあのマニラで日本軍が何をやったとか、うん、シンガポールで何をやったとかですね、はい、なんかそういうのをこう改めてあのこう何て言いますか、こう明らかにして、はい、宣伝して広めていかなければいけないと。だからもうこれあのでもう一つはそのあれですね、1948年の4月にあの広島であの原爆の日のまああの
まあ、検定式みたいなのがあったと。でこの時にまあ、新聞各社に GHQ はこう日本の新聞各社に指導していかなきゃいけないとかですね、これ文書にはっきり書いてるんですね。だから原爆についてこれ日本が悪かったから原爆が落とされたのだみたいなですね、なんかそういう物語をもう確固としたものにしていかなきゃいけないから日本軍の残虐的な行為とかっていうのをどん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 宣伝して広めてみたいなですね。でそれでまさにこうまあ、こう日本人にこう犯罪意識みたいなですね、なんかそういうのをこう広めていかなきゃいけない、これ非常に意識的にやってるわけですよね、はい、それはもう全然今も変わってないですもんね。そうですね、メディアの戦争特集は、まあ、上山さん、はい、よろしいですか、はい、お願いします。はい、はい、先ほど鈴木先生がおっしゃったですね、まあアメリカが悪い、イギリスが悪いといくら言ってても、まあ我々日本人が自ら主体性を持たなければ結局問題の解決にならないんだという鈴木先生のご主張はその通りだと思うんですけれども、しかし教育やメディアということについて考えてみると、見えない言論統制というものが未だに根強くあるわけなんですよ。まあ、先ほどシナの話が出てきましたが、教育の世界で授業なんかで、まあ、このシナという言葉を使うと直ちに問題にされます。あるいはオンライン記事なんかでシナというふうな記述をするとそこに全部赤線を入れられて、まあ、中国というように言い換えさせられるとか、まあ、こういったもろもろの言論統制が未だにある中で、なかなか日本人が主体性を持つことができないという、こういう問題もあろうかと思うんですね。そうですね。まあ、一つもその例として、まあ、我が国が自らの主権に基づいて自衛のための核武装をしなければならないと、こういうことを言うと安全保障の専門家たちの多くはそんなことはアメリカが許さないだろうと、まあ、こういう言い方をしてアメリカにお伺いを立てなければならないというようなものの言い方をするんですね。あるいは亡くなられた安倍総理もご主張された核シェアリング議論というのがございました。まあ、私はこの議論こそが対米従属の典型的な考え方に基づくものだろうと思います。自分自身の運命を他国の決定に委ねるなどもっての他のことだろうと思います。まあ、ひとたびこんな形で核シェアリングのシステムが出来上がってしまえば、ますます我が国は対米従属が強まるだけだろうと思います。まあ、このアメリカ核の火種を持つというこの状況の中で、核シェアリングということの中では総合核張破壊ということに私はならないというように思うんですよね。これは私はもう残念ながらただの売国理論だろうと思います。まあ、いずれにしても私はこのアメリカイギリスの先の戦争に対する戦争犯罪ということについて、今回のこの G7 広島サミットなどで謝罪を求めていかなければならないのではないかというように思いますし、ただですね、我々はこの韓国のように銭金の保証を決して求めているというわけではなくて、歴史の真実を求めていくということが大切だと思うんですよね。こういう歴史の真実の共有をして初めて日本人の従属思想を終わらせることができるし、まあ、我が国がそこから主権国家になることができるという自分の頭で考えて自分の責任において宗教の脅威に対抗していくことができるというもんですけれどもね。ただまあこういう今まで歪んだ歴史認識、自虐史観というものはいつも我々の手足を縛っているということも一方で事実だろうと思うんですね。いや全くその通りなんですけどね、やっぱり我々の中で実はちょっといろいろ考えた時、先ほどねおっしゃって日の丸の件ですけども、私の場合は24年生まれですから30年ぐらいまでの小さい頃のお正月、町中が元旦は全部日の丸掲げてたんです。それがだん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 消えていくんですよ、テレビとかなんかで。32年33年になってこれが、まず日の丸がダメって言ったのが OK になった後、
そういうことなんですね。それから明治大帝と日露大戦争ってやった監督の話ちょっと間接的にしてたんで、初めて GHQ からまあ許可もらって、フィルムも監督がみんなチェックされるから、初めて映画の中で日の丸使ってよろしいっていう許可をもらった監督なんですけど、まあそれは自慢でおっしゃってたんでしょうけども、検閲官が来て、お前はなんで戦争中協力してね、戦争協力映画とかドキュメンタリーやったんだって言われた時、私はあなたがアメリカに奉仕してるように、私は日本の日本人だから日本のためにね、そういう映画作ったと、私は全然悪いと思ってないって言ったら、向こうがなんか両手で握手をして、初めてイメージした日本人になったっつってね、言ったっていうね。だつまりことごとく全部東方葬儀なんか見てるように、当時の日本の映画監督、これ黒沢さんも含めてですよ、全部共産主義の影響というか、ああいうリベラルの影響を受けた人たちで、今でも私も日本映画監督協会の会員で、今会員数減って500名ぐらいになってるらしいですけど、 99% そっちの系統の人たちですね。私はもう本当に孤立した人間になってますけども、そのぐらい影響力がね、各映像やさっきおっしゃったラジオテレビで今でも続いてるじゃないですか、戦争特集見るとね、この状況っていうのは逆に強まってる、逆に強まってるね、なんかさっき先生おっしゃった村山談話とかね、そう、うん、だからどん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 、普通だったらもっとね自立して自由な、それこそだって逆なんですよ、逆なんですよ、年負けてから年が経てば経つほど何か呪縛が強まってる、呪縛が強まってる、非常に不思議な、おかしなあれですよ、増強してるわけですよ、ものすごく変ですよ、経った後からですよ、いや、そうなんですよ、まあ、もう一つはね、象徴的なってのは安倍総理がね、アメリカ訪問した時、70年談話出した、あの時日露戦争までは私たちは間違ってなかったと、だけどその後は間違った道を歩んでしまったというようなことをおっしゃったん で、ね、この安倍晋三ですらこういうことなのかと、ね、私は非常に残念だっていうのをちょっと書いて、もの正論に書いたことあるんですけど、どんどんそういう意味ではね、緻密になってることは間違いないんじゃないかっていうね、気がするんですけども、茂木さん、どうですか、今言ったそういういい流れの中であったのが、まあ、トルマンじゃない、ウィルソンのね、パリの条約、あれで拒否されてから日本は別の道を歩まざるを得なくなってきた、で国際連盟脱退したのがいいかどうかはまあ別として、つまりもうちょっと我慢すればよかったんじゃないかとかね、知らんふりしてドイツみたいにのらりくらりとね、やりますよ、はいはいはいって言いながらやらないでいた方がよかったとか、いろんな意見が実は歴史討論でも出たんですけども、まあ、ある意味なんていうかな、昭和のやっぱり満州事変以降ですよね、その歴史家の人は万野順次さんって方がね、いらしたけども、その日本近代史っていうのを千曲新書で出してるけれども、まあ、彼はその幕末からねずっと80年の日本近代の歴史をこう改革革命建設運用再編危機と、で特にこの最後のまあ昭和12年からの8年間はもう崩壊の時代だと。でこれ以降の8年間は異議申し立てをする政党官僚財界労働会元老会学会がどこにも存在せない、まさに崩壊の時代だった、異議を唱える者は耐え果てた、崩壊の時代を描く能力は筆者にはないって書いてるんですよ歴史が。私逆だと思うんですよ、この時この8年間がね、明治以降の日本人が一番真剣に考えた、まあ結果大戦に行きましたけれども、一番その明治以降の我々は正しかったのか、その問題で一番考えたのが私はあの時期だった、昭和前期。だから戦後の歴史家はね、それはもう崩壊の時代だと、軍部に抑えられて、自由もなく、暴走したと、もう 軍閥が暴走したって、そうじゃないんですよ、この時代に日本人はねやっぱり真剣に考えたと。もちろんいろいろなことはありましたよ、それあったけれども、ただね戦後の歴史家はねこういう態度ですよね、それは柴さんもそうですよ、
結局は、うんうん、もう一回だからここをきちっと掘り起こさなきゃいけないっていうのは私の考えです。だから、ね、これはちょうどさっきの安倍玉の話もそうなんですけど、うんうん、我々はねもし間違ったとしたら、うん、間違ってないかもわからないけどもね、どこでねこういうね、うん、あの、うん、結局敗戦になってしまう、うん、それとまあいろいろ山本五十六の問題とか海軍の問題とかいろいろ言われてますけどね、うん、あのどこでこういう道をねやったんだろうって、それともう一つは、先ほど出たように明治維新の場合、前も討論でも出ましたけど、儒教と、まあ、仏教、この要素が皇室の祭祀から全く消されたんですね、うんうん、あのそれまでの大体天皇も歴代の天皇は厚い仏教徒だったりしてるのに、明治からはまあ一種 の, あの、まあ、国家神道というかな、うんあのうん、あのいわゆる国家神道イデオロギーで、まあ、水戸学派の、ね、影響だとかいろんなこと言われてますけども、ただ実際問題としてそういうふうになっていった。でそこからあの天皇荒人神というね、あのこういう感じでなるようになってきたという、そういうことを言う人たちいるわ、まあ、あの私もその意味ではおおらかなあのそこまでのねあれから、そういう部分はあったんじゃないかと思ってるところあるんですけども、これはつまり私どこで我々が何かね間違えたんだろうって、今ちょうどねご指摘あったように昭和12年あたりのね大正デモクラシーとか言われた時代から、そっちの時代まああの景気の問題もありますけども、どこで我々間違えたんだろう。いや間違えてかどうかは、だから今言われてるんでね、言うんだけど、私はねさっきおっしゃった通りね、明治昭和12年の多分12月だったと思うんだけども、南京を攻略した時点で日中和平を結ぶべきだったと私はそう思ってるんです。そしたらもうその後あんまり大して平平凡凡ときたんじゃないかと思ってるんですね、うん、だからいやそれはちょっと私も似てましてね、個人的な意見で言えば、南京のことやってるんでね、攻略戦の話やってるんで、私はあの満州だけにねあの限ってね、中国から全面撤退するねぐらいの覚悟でね、やってよかったんじゃないかっていうね、気がしてますからね。それは石原幹事が言ってますし、す、うん、梅津義次郎と、はい、畑新六、どっちかが支那藩県軍司令官大将、どっちかが満州軍司令官大将ですけど、この陸軍の切った2人の梅津義次郎と畑新六、それからまあ石原幹事、これは中将ですけど、この3人はあのあれですよ、あの支那から撤兵してね、それであのまああのあれを受け、アメリカの要求を受け入れて戦争は、すべきでないという上申書を挙げて、これも残ってるんですね、これはもう私は正しい選択だったと思っている、時間かけないと当然、それとね陸軍が一番はっきりしているのはあのアメリカとの軍備の力、産業の力、これ圧倒的にやっぱりまだ日本はね、あの小さい、勝てないというのは分かってた、でもなぜ真珠湾を始めたんだっていうね、いやそれはいや戦うってことになったから真珠湾をやったんで、戦わないから真珠湾をやらないです、戦うか戦わないかトップの判断なんで、だからそこのところがね、あの陸軍よりも海軍が、まあ、山本元帥ですね、そっちの指導したっていうから、あのそれはあれですよ、海軍が開戦したというのは、私は最近それを主張してますけど、海軍の軍令部です、そこだけですね、そうですね、だから、まあ、そういうようなことがあってね、まあ、我々が敗戦をしたというのはね間違いなくて、その影響がストックホルム症候群になってるというね、茂木さんこれ、ね、ずっとねそこまで来たというところになると、我々にこのその症候群から回復する道っていうのは何かありますか。あの うちのですね、まあ、死んだ親父が全くそれでですね、あの赤羽にいたんですよ、で赤羽にあの陸軍の被覆交渉があって、3月10日の前にもう空爆受けてるんですよ、でもう赤羽の町が全部燃えるのを彼は見てですね、もうそれ以来もう戦争はダメだダメだダメだって言い続けて、もう戦争について語ることもダメ、で毎日あの朝日新聞読んでましたけども、結局その恐怖にそう支配されちゃって、まともに考えることできなくなっちゃった、
だから僕らはそういったそのトラウマは直接持ってないわけですからちゃんと考えましょうということで、うん、続きです。はい、はい、イギリスさっきチャーチルが、うん、の戦争犯罪の話がありますけど、そのチャーチルの下で無差別爆撃をやったのがこの男ですね、アーサー・ハリスという、人です。で彼の名前をですね歴史に残したのは東京大空襲の前の月のですね、45年2月のですねドイツのドレスデンに対する無差別空爆です。で1個の町に1000機の爆撃機を投入して、で焼夷弾で焼き尽くすということ、まあ、全く東京と同じやりました。でこの時に、市街地の 85% が破壊されまして、うん、2万5000人が、殺されたということで、でこのアーサー・ハリスについてですね、実は1992年にですねロンドンに彼を称える銅像が立つんですよ。でなんとエリザベス女王陛下がですね除幕式に出てくるということ でこれに対してですねドイツ政府っていうか、あ、ごめんなさい、ドイツの、ドレスデン市長がわざわざロンドンに行って抗議してます。おかしいだろうって、うん、素晴らしいですそれは、でそのもうそのハリスは戦犯だと叫ぶ怒号が飛び交う中で除幕式やったというですね、うん、だからこれぐらいの気構えを日本人に見せましょうよ、うんうん、そうですね。ルメに勲章をあげてるんですか。そうなん、あとでその話しますね。はい、本当にということなんで、いや、それはちょっと、まあ、ドレスデンの話はね知ってはいるけど、そういうエピソードあるんですね。うん、なるほどね。確か今日東京大空襲とっていうタイトルでしたっけ。うん、はい、それが原爆になって、はい、多分一件だけかな、空襲を受けなかった今の行政のあれでいきますと47都道府県で当時空襲を受けなかった県はまずないんですね。で死者を一人も出さなかった県が確か一県だけでしたかね。私は京都伏見で生まれて琵琶湖のそばの育ちという田舎者ですけど、彦根のような田舎町に、滋賀県で唯一の私鉄の電車が1両2両編成で走ってると、それすら機銃掃射を受けるっていう、で、まあ、中島飛行機のあれは全部当然やられるということで、それにとどまらなくなってきたのが日本に対するいわゆる絨毯爆撃といいますか、まさに今のアーサー・ハリスのやり方、これが今でいう47都道府県くまなくと言っていいほど行われていたと、行われたと、で大変な死者を出しているという現実、これ確かに原爆だけは特殊扱いになっていますけれども、はい、先ほどのハーグの条約まで遡ってそれこそ理屈の上で考えますと、これは全て同一線上の人道に対する犯罪、戦争犯罪、そういうことですよね、ということになります。で私のおじいがフィリピンで戦死しておりますけれども、フィリピンで実はナパーム弾が初めて、開発使用された。この時から計画としては日本の住宅事情がよく分かってきて、非常に燃えやすいという、可燃性の強い効果を発揮するものということで、後にベトナム戦争で大活躍をいたしますナパーム弾、これも非常に非人道的な兵器って言われてますが、これはフィリピンで初めて使われた、ね、日本に対してそこで、散々テストをやって、日本に持ち込んだ、これが日本に焼夷弾という形もあれば、いろいろありますけど、まあですから、アングロサクソンには原爆は使わないよっていうのはもう当時から言われていたことで、なんて言うんでしょう、北朝鮮が報復のために抗議って言いますか、報復のために演習やったからあいつらっていうことで、報復のためにひょっとしたら何回目かの核実験をやるかもしれないみたいなことをよく言われますけど、私は広島長崎って実験的な要素がかなり強いと思ってます。だから同じ白人、もちろんアングロサクソンとゲルマンって折り合いが悪いかもしれない、
打点とも折り合いがつかないかもしれない、うん、その折り合いのつかないというレベルが違うということですね、うんうん、地球人とまるで異星人のような、ですからその実験的な要素が何割かあるとすればこれをいくらヒットラー率いるナチスがって言ったってゲルマンに使うわけないですよ、うん、それはこれあのイギリスの歴史家のね、うん、あのクリストファー・ソーンっていうのが書いてます、うん、これはこれあの翻訳出てますけどねこれは明らかに人種差別戦争であるっていうことを書いてて、うん、その、 あの詳しく当時どれだけこのジャパニーズっていうのは猿であるかと、うんうん、どう猛な猿であるかってことをアメリカがどれだけ感じてたかっていうね、うん、あのそういうのをこれはまあイギリス人よく書いたと思いますけどね、うんうん、あのだからそういう意味じゃものすごくこれ公平な本ですけど ねやっぱりもうそういう検証も歴史的に十分なされてると思いますね、うん、おっしゃるようにあの、うん、映画でね有名な猿の惑星の、うん、あの猿は日本人だっていうモデルだっていうのを、うん、原作者がちゃんとね、うん、あの言ってるというようなことだから日本人は、うん、あの第一日清日露に勝ってね第一次大戦も出てきて、うん、こいつらなんだっていう思いが人種差別撤退法案とか出してきてこの猿がなんで人間の仲間入るんだというね、うん、ものすごい反発だと思いますよです、ねうん、あのだからあの本当にあの時のイギリスの態度はものすごいですよね、うん、アメリカもそうだけどイギリスはものすごい反発人種差別、うん、あの撤退、うん、撤廃提案に対してものすごい反発して、うん、あのそういうことをやってますよ ね、 そうですね、うん、まあオーストラリアとか、うん、カナダとかみんな反発して、うん、あのやって1968年でしたか、うん、公民権法案が、はい、できるまでねアメリカは黒人差別が明確にあったっていうねだからあの戦後1919年のだからあの 国際連盟のね、うん、日本の提案っていうのは、うん、アメリカの黒人はね非常に賛成して、うん、あの盛り上がったらしいんですよね、うん、だそれあのすぐにアメリカ鎮圧して、うん、あの100人ぐらい殺してると、うん、国内でねいやだからいうことです今でも、まあうん、あの白人と、ね、黒人と 今でもアメリカ国内でね、うんあの ブラックなんですか、うんなんだかまた熱いよねだから黒人こういうようなのが現実にあるっていうねことも含めて私たちの中でその要素もなきあの考えなきゃいけない、うんあのそれとでもちょっと付け加えですけど先ほど言った広島の問題でいうとアメリカ軍はアメリカの大統領もつい大統領も50万から100万本土決戦をやったら日本とこれ以上やったら、死傷者が出るから、原爆を落としたっていうのはこれも公式的な見解みたいになってるけどもあの実際最近分かったのはアメリカの国防総省がやったら本土決戦行ったらアメリカは3万人ぐらいで済むと2万5千でしたか、うん、私が言うなら3万近くだったけど、うんまあ、まあ大体済むそう大体だから50万だ100万だっていうのは全くの嘘でこれも言わなきゃいけないですよねだからそういう意味で言うとそれからもう一つなんで2発目プルトニウム型とウラン型をね、うんうん、あのこれ実験で落としたっていうねやっぱり、うんうん、こういうことも現実としてあの我々認識はしなきゃいけない、うん、それともう一つちょっとこれはあの休憩前にあのもう一回休憩入りますけどもあの私あの最近このエマニュエットとの家族論っていうのすごくねあれあって実はあの明治までのあれっていうか昭和のねあの大東亜戦争まではあの連結の情とかいろいろあるじゃないですかこれもう今そういう皇室に対するつまり恋に近いもの、まあ、これよく三島さんがねあのおっしゃってることであの英霊の声とかああいうのでそういう感じをね出してるんだけどもあのなのてすめらぎねあの 人となりたまおたたたたもうやというようなことを含めてところが私スターリンとマッカーサー見た時マッカーサーが帰る時日本人は
自発的にですよ、動員されたんじゃなくてみんな見送りに行って泣いてるんですよ、うん、マッカーサー様って、まあ、本当に納得できないねあのことなんだけど、実際本当に泣いてあの別れ告げてる、うん、でスターリンってあれだけ人殺しして何千万も殺したって言われても、ロシア人がね泣いて本当に真面目にあのやらせじゃなくて泣いてね見送ってる。これ見た時あの実は明治まで来た明治天皇や昭和天皇がやってたのが旧古い家の家族制度の中の家父長、こういうものを演じ、うん、まあ演じてた。本当は天皇というのはあんまり権威を持たない、あ 権力を持たない権威の人のはずなんだけども、うん、あのでもっと言えばアマテラス大神だってあの民主的なね、太陽神だけどもあの相談してるわけですよ、みんな八百万の神集めてね、もう太古の昔から民主的なんだけども、まあだからマッカーサーが来たの、それに乗り換わったんじゃないかっていう気がしてるんですよ。いやだからあの戦後大本教のね、はい、教祖の出口鬼三郎が、うん、マッカーサーはへそだと、陳の上にあると、うん、言ったんですけどねだからものすごいですよね、恐ろしいこと言うやつ、いや本当に言ったんですよ、出口おじさん、鬼三郎が言ったんです。大本家は全然すごい弾圧されましたから、ね、それは、うん、だから本当に聞いてるけど陳の上にあるっていうのはちょっとびっくりしました、ね、いやだからそういう意味では父っていうか、うん、いやそうなんですよ、もう不正ですよね。だから日本人の、うん、でどっちかっていうとマリア様系のね、今天皇という存在はご存在はあの三種の神器の中の剣持たないんですよ、慈愛とね誠っていうことをね、うんうん、やって戦後のお振る舞いというのはみんなあの、まあ、どっちかっていうとカトリックではマリア的なね、うん、母性的な形のあれになってる、うん、でそれの親父系の拡張的なもともと日本人だったのがあってたのは実は GHQ あるいはマッカーサーじゃなかったかと、うん、でそれが今まで後引いてるっていうね、うん、あのまあ、核家族になってきたからもっとバラバラになってますけど、こんな感じもちょっとありましてね、あのこの辺のこともちょっと考えてもいいかなと私は思ってるんですけども、ということで一回 CM 行きます、そしてまあちょこれからのこともまた、さっき言ったこの症候群をどうやって乗り越えるか、うん、ということでお話しいただきます。一回お休みください。
菜の花畑に入り日薄れ見渡す山の葉かすみふかし春風そよ吹く空を見れば夕月かかりて匂い合わし
はい、後半になりました。上山さん、はい、持ってきていただいた資料をね、5というのがあるんだけども、はい、日本の分割統治案っていうのがこれあるんですけども、これね、はい、一つだけちょっと言うと、ロシアが北海道占領を狙ったってのあるじゃないですか。はい、これね、実はもちろんトルマン拒否したってことになってるんですけども、今中国が北海道の北半分をほとんど買ってないんですよ。 バンバン買ってますけど、北海道留萌と釧路の縦にビューッと横北海道引くと南半分がね、すごい買われてるんだけど、まあ寒い場所でというのもあるかもわからないけども、ちょうどね、中国が買ってる土地は宗谷岬の先端のとこ、サーレンで樺太とね、そこしかなくて、あとはみんな下なんですよね。というようなことがあると、ふとね、この統治案とかね、今最近ロシアが言い出してるじゃないですか、北海道の権利はロシアもあるというね、いうこと、まあ、これのこと言ってると思うんですけど、ちょっとここから入りたいと思うんですけど、ちょっと説明いただけますか。はい、先ほど皆さんが国際戦犯のお話をされておられましてね、はい、まあ、この原爆などで大量殺戮したというのが最たるものだと思うんですが、実はこの国際戦犯というのがそのような大量殺戮のみにならず、この民族を分断したり国家を分断したりすることもやはりこれは国際戦犯になろうかと思うんですね。そのことを考えるにあたりまして、ヤルタ会談でどのようなことが話し合われたのかということを、少しその経緯をご説明申し上げたいんですね。皆さんご案内の通り、1945年の2月、このヤルタ会談でアメリカがソ連の対日参戦を要請しました。なぜこういう要請をしたのか、一般的に、まあ、対日戦でソ連を参加させることにより米軍の被害を最小化させようとしたということが言われますね。あるいは日本の降伏にソ連の協力が欠かせなかったことになるとこう言われます。しかし日本はすでに継戦能力もこの時には失っており、占領にそれほど大きな犠牲は伴わないだろうということも、まあ、言われているわけです。東京大空襲を指揮したパーティス・メイ空将は、もうソ連の参戦も原爆も必要ないと、おのずと日本はこの降伏せざるを得ない状況であったと、こういう証言もしているなんですね。まあ、それにもかかわらず、なぜソ連の対日参戦を米英が要請をしたのかという点が非常に大事だと思うんですが、まあ、ソ連が対日参戦をしまして、日本本土に兵を進めてくるということは、すなわちその占領地は実質ソ連のものになることは、私は致命のことだろうと思うんですね。まあ、ルーズベルトにはドイツの分割統治と同じように日本も分割統治すれば良いという考えがあったのではないかと推測をされるというように思います。まあ、このヤルタ会談ではご存知のように米英仏ソ4カ国によるドイツの分割統治が話し合われると同時に、ヤルタ密約、これはソ連の対日参戦が話し合われ、その条件としてですね、樺太南部千島列島のソ連引き渡しなどが取り決められたわけなんですね。でこの密約はルーズベルトの個人の金庫に収められておりまして、2ヶ月後のルーズベルトの急死に伴い後継 大統領となったトルーマンが、この金庫を開けるまでそのヤルタ密約の内容を全く知らなかったと回想しているわけなんです。私はこのトップシークレットとして扱われたこの密約には、今社長からも触れていただいたように、日本の分割統治ということが暗黙の了解として含まれていたと解するべきではないかというように思います。ルーズベルトはドイツや日本の占領統治について財政的にも政治的にも多大な負担になると考えていました。ルーズベルトはソ連とその負担を
分担したいという構想を常に抱いていたわけなんですね。まあ、所詮彼にとってドイツや日本は、まあ、他人事ということになると思うんですが、まあ、具体的この日本の分割統治案が、資料の5をもう一度出していただきたいんですが、大きく2つのですね、分割案が実際このアメリカの政府の中で練られていたんですね。まあ、第1はこの国務省が1944年の3月に練り上げたものです。で、第2がですね、国防総省が1945年の8月に練り上げたものです。で、この国防総省が練り上げた案の中に具体的にアメリカ、イギリス、中国、ソ連によって日本を分割統治するということがはっきりと明記をされておられるんですね。で、この、まあ、暗黙の了解に基づいて8月の16日にスターリンは北海道の北東、はい、ソ連の占領地とするようにトルーマンに要求をしておりますが、18日にトルーマン大統領はこのスターリンの要求はまあとんでもない話だということで拒否をして、実際にはこの日本を分割占領しないと、まあ GHQ の単独占領という形にするということで、まあ方向が動いていくわけなんです。ルーズベルトが病死したおかげで日本は間一髪分割占領されずに済んだと私は言えると思うんですね。日本は朝鮮のような分断国家、分断民族にされる寸前のところであった、まあ、ある意味この原発よりももっと恐ろしい計画がルーズベルト政権内で済んでいたと、私はこれはもう歴史とした戦犯である、犯罪であるということを強調したいと思います。なるほど、ね、ルーズベルト、このスターリンの凶暴がこのどこまで進んでいたのかということをトルーマンも全くこの知らなかったということで計り知ることができず、これに大いに恐怖をしたがゆえに日本の占領を一気に進めるためにこそ原爆に頼らざるを得なかったという側面もあるのではないかというように思うんですね。まあ、ソ連を威嚇するという意味にも原爆に頼らざるを得なかった、まあ、そういう側面があったというように思うんです。まあ、今日のテーマであるところの米英が歴史から消し去ったものの、これが一つではないかなと思います。そうですね。まあ、それとね、もう一つ我々北海道チャンネルというのも今さくらでやってますけれども、そこでやるのは今上山さんの話をベースにすると、GHQ はアイヌの人たちに、あんたらここね、あんたらものにしないかと提案もしてるんですね。で、その当時のアイヌの人と人たちはいやいや我々は日本人ですから一緒に暮らしてますからいいですと、こういうふうに言ったって言うんですけど、今その流れが全然収まってない。今のアイヌ協会はその流れでいます。一部の、門別のアイヌ協会の代表と称する人は、プーチン大統領にね手紙を送って、知床の自然をプーチンさんあなたが守ってくださいとか言ってるとかね、まあ、非常に、それから、まあ、いわゆるそのアイヌ協会のメインの、まあ、会長とかそういう人たち、主要な人たちは実は日本チェチェ思想研究会の、創立メンバーとなってると、こういうようなこともね含むと、決してまだ今上山さんが言ったスタートからね終わってるわけじゃなくて、絶えず日本の分割とか沖縄独立、北海道独立とかいろんなものが進んでるということになると思います。はい、まあ、これも、はい、どうぞ。はい、今おっしゃったような歴史経過を見るとね、はい、今日までその分割さんがくすぶってるっていうか、現に起こってるってことですよ ね、 北海道はね、うん、明治以降の開拓史を全否定しようっていう、そういうことですよ ね、 今ね、うんうん、まあ、だから本当にそういう意味では、うん、じゃあ日本の政府が対応できてるかというと、うん、できてないんですけど、うん、瀬さんね、うん、今言ったこういう流れがね、先ほど言ったように GHQ の、まあ、閉ざされた言語空間、うん、この指摘が全く収まってないっていうかね、うん、メディアも何もね
それ進めてるっていう感じだと思うんですけどね。そうですね、やっぱり何て言いますか、こう、うん、欧米の政治のこう伝統から出てきたものってのはやっぱり分断して統治せよっていうんですかね、うんうん、こうまさにこう、まあ、今まあ、これはもうある意味普遍的なんでしょうけれども、まあ、おとなしくこう統治したいという時は、うん、その団結させちゃダメだと、分断しなきゃいけないっていうのがやっぱり一番のやり方だと思うんですよね。ですからまあ、戦後のその検閲、先ほどのあのウォーギルトインフォーメーションプログラムですか、はい、あれにしてもまあ、江藤潤も指摘してますけれども、まあ、結局GHQ がやりたかったのは日本の軍国主義者とこう日本国民っていうのをこう対立させたかったんですよね。でそして日本人がこうまとまらないようにしたかったと、うん、なんか江藤潤はそういう指摘をしてですね、これ結構面白いのはですね、こうでそれで江藤はですねこう言ってんですね、こういうふうにウォーギルトインフォメーションプログラムが目的を達成した時にどうなるかといったら、うん、それはもう日本国民がこう日本の軍国主義者とか日本の政府とこう対立するっていう図式を作り出すと、それによってまあ、日本こう言ってんですね、日本における伝統的秩序の破壊のための永久革命の図式が成立するのだっていう言い方をしてるんですね。でそして日本人がこう国を守るとかこう、うん、戦争のために傾注したエネルギーというものが、もっぱら軍国主義者と旧秩序の破壊にこう自ら向けられるようになるのだというふうに江藤潤は指摘してますけれども、うんうん、なんか残念ながらちょっとそういうところがあるのかなっていう感じがするんですね、うん、日本人がこうまとまらずに、うん、でなおかつこの改革っていう時に自前の言葉っていうのをこう紡ぎ出すってことがなかなか難しくなってしまって、まあ、常にこう何ですかね、こうアメリカからもたらされたような、これもアメリカ全体じゃなくてこうアメリカのごく一部の人たちなんでしょうけれども、なんかそこで流行ってる思想みたいなものをそのまま持ってきちゃって日本の社会に当てはめて、でそれに日本の社会が当てはまらなかったら日本が遅れとるのだ、改革せよみたいな話になっちゃって、でそれがずっとこう改革っていう形でつながっていってしまうっていうところがやっぱ大いにあるんだろうなと思うんですね。でもう一つ先ほどから茂木先生などがこうストックホルム症候群という言い方をなさってますけれども、これ私もそう思うんですね。やっぱり大きな恐怖とか屈辱を与えられた時に そういう加害者の気持ちをこう自分がこう屈辱とかショックとか恐怖を受けたくがないがためにこう加害者が考えてることっていうのは我々が望んでることなんだっていうふうに逆に考えてしまいたくなると。でこれは評論家の岸田修さんとかが昔から指摘してたことでもありますけれども、なんか私それがやっぱり今の日本人にもちょっとあるかなっていう感じがするんですね。構造改革の時なんかもそうですけれども、まあ日本の方がこうアメリカが言わずともこうアメリカの気持ちを忖度して先にやっちゃうみたいなところがやっぱりあると思うんですね。まあ、TPP なんかもアメリカ自体はこう抜けちゃいましたけれども日本の方がこう率先してやっちゃったとかですね、そういうことが非常に多いと。で私これ一つですね、ここから抜け出すための、まあ、簡単なやり方としてはやはりこうアメリカとかに対してですね、またはアメリカだけじゃなくて他のこう対外関係に対して日本人はこうなんていうかな、こう負けた悔しいと思う、この悔しいと思うところから始めるべきかなと思っちゃうんですね。これなんか戦前の日本はあったと思うんですよ。外交関係でまたは戦争で負けてしまった、悔しいと、で悔しいから臥薪嘗胆どうにかするぞっていうですね。でもこれ例えば何ですか、まあ、不平等条約なんかまさにそうですよね。戦前の外交のテーマっていうのは関税自主権の回復とかですね、不平等条約の改正でしたけれども、まあ、戦前はやっぱり悔しいと思って頑張ったわけですけれども、これが岸田修さんなんかも確か指摘してたと思うんですが、これまさにストックホルム症候群で悔しいと思うこと自体やめちゃったっていうところがあると思うんですね。ですからもうアメリカが望むようなことを日本人が自ら率先してやってしまうと、で日本人自らのこう自前の言葉で考えて、社会構想を練るとかですね、なんかそういうことが非常に少なくなってきてしまってるっていうか、もうほとんどなくなってきちゃってるようなところがあると思うんですね。でそこをどうにかしなきゃいかんと。でその時にやはり一つはもう
いやもう今はうまくいかなかったけれども悔しいとかですね、なんかそういうところから出発すべきなのかななんていうふうに思うんですね。その通りですよね。あのちょうどね、今その話で言うと、徳良真一さんというのが文化庁の長官やってるけども、今回文化庁祭というか、ま、祭りをやめて、いわゆる商売にならない、ビジネスにならないような芸術なんかダメだっつってね、いうことで結局それがなくなって、古典芸能の人たちからすごい抗議が上がってる。つまり金にならない芸術はダメだというね。徳良さん自体は音楽家で、まあ、大衆音楽家ですからあれなんだけども、つまり古典的な昔からつながってきた民族的な先祖たちがつなげてきたものに対するもう敬意も何もないんですよね。金にならなきゃダメだっていうね。まさに昔橋本徹さんがね、文楽何も分かんない、何が面白いか全然ないから、お金なんか出さないっつって新宿買ってやっとしぶしぶ出したとか、こういう現実がね今おっしゃったようにあって、その悔しいとかね、これでいいのかとか不安はあるだろうけど、そのおっしゃるように能動的なものがね本当になくなってる。このだから本当にある意味で言うとストックホルム症候群というか、この自分たちが失ってるものの自覚もなくなってね、バネもなくなってるような、こういう精神的な貧困になってるっていうね、こと自体本当問題だと思うんですけど、茂木さんどうしたらいいですか。多分その戦前世代の方はあったと思うんですよね、うん、悔しいっていうのは。ところがやっぱりその ちょうどその空爆の頃に幼少期を送った人たちもダメなんですよ、うん、あなるほど、やられちゃってるんですよ。いわゆるあれですね、ええ、柴さんとかそういう、そうで、それがこう戦後になって拡大再生されちゃって、だから先ほどその時代が減れば減るほどおかしくなっていった、それなんで多分ね、うん、うんうん、そこで、さっき清先生がおっしゃったように、その悔しさをもう一回ですね、うん、取り戻そうということで、やっぱり悔しさを知るためにはこの人のことを知らなきゃいけないと。ルメイのことなんか出てこないですから教科書に、全然一言も、はい、はい、びっくりしますよね、勲章です、これすごいですこの人、うん、ですね、最初はドイツに対する戦力爆撃を指揮していたんですね、うん、それでそのドイツ軍、あ、ごめんなさい、アメリカ軍の兵士がいやこれ爆弾落としたら大勢死ぬでしょうって一般市民があって、うん、ちょっと同意していたらしいんです、うん、その時に、ルメイ閣下の言葉ですけども諸君は何トンもの瓦礫が崩れ落ちてベッドで眠ってる子供のように、落ちてくると、で全身を炎に焼かれてママ、うん、ママと泣き叫ぶ3歳の少女の悲しい視線を思い浮かべるかもしれない、うん、しかし正気を保ち任務を全うするんであれば、うん、そんなことは忘れろという言葉です。すごいね、はい、あ、ちなみにこの人は女の子一人います、うん、はい、それから東京大空襲についてですね、これは戦後のインタビューですけれども、うん、はい、日本人を殺すことについては大して悩んでいないと、うん、ただ私が悩んでいたのはいかにこの戦争を終わらせるかだったと、うん、そしてもしこの戦争にアメリカが敗れていたら、うん、私は戦犯となって裁かれただろう、うん、幸い我々は勝利した。なるほど、うん、まあ確信犯ですよね、ですね、さらにこれは、はい、次長の中で私の決心を何ら鈍らせなかったのはフィリピンなどで捕虜になったアメリカ人民間人軍人の双方を日本兵がどう扱ったかを知っていたからだという、うんうん、例のパターンの宣伝ですよね、はい、つまりですね、彼らこの戦争犯罪人がなんでその自らのやってることを正当化できるかというと、例えば2つあってですね、うん、はい、まず戦争を早く終わらせてより多くの犠牲者が出ないようにするためには仕方がないのだと、うんうん、そのためだったら東京広島長崎は小さなことだと、うん、こういう論法が一つですね。あともう一つはですね、相手が先にやったんだと、でこの場合は日本が先にやっただろうと、うん、そこで南京出てくるんですよ、うん、南京とか重慶とか出てきて、うんうん、だから正当防衛だと、まあ、こういう論法になるんです ね、 なるほどね、つまりこういうしかな、他には正当化できないんですよ、うん、国際法上は違法ですからこれは、はい、
ちなみにこのルメイ閣下はですね、うん、戦後は戦後っていうか、まあ 第二次大戦後ですけれども、うん、朝鮮戦争で無差別空爆を指揮、うん、我々が100万人以上を殺して数百万人を家から追い払ったと自慢してます、うん、さらにはキューバ危機においてキューバの核ミサイルについて対して先制攻撃を主張して、うん、ケネディに止められてます、うん、なるほどね、さらにベトナム戦争では、こう言ってます。ベトナムを石器時代に戻してるって。え、もう一回言ってください。ベトナムを石器時代に戻す。石器時代、はい、うわ、実際やってますね。やってます、やってます。金破剤とか、はい、はい、それでですね、すごいやつだな、これ。こっからこの話になるんですけども、うん、ルメイ叙勲問題、うん、1964年というとベトナム戦争始まる前年ですけれども、うん、佐藤栄作自民党内閣、小泉純也防衛庁長官が航空自衛隊の創設に貢献したという理由でこのルメイに対して勲一等旭日大勲章授与。恥ずかしいね本当に、うん、これ全国民知ってくださいよこのことを、うん、そうなんですよ。これについて佐藤首相の見解、うん、はい、今はアメリカと友好関係にある、うん、功績があれば過去は過去として功に報いるのが当然である。大国の民とはいつまでもとらわれず今後の関係功績を考えて処置していくべきものであると。うーん、それでノーベル賞か。王国の民じゃないですかねなるほどね。ちなみに叙勲は皇居において行われますので、はい、本来ならば昭和天皇陛下が授与されますけども、はい、昭和天皇陛下はこれを、拒否されました。無言の抵抗です。なるほど、素晴らしいな、はい、うん、そしてルマイは1990年まで行きまして、うん、83歳で大往生と。なるほど、幸せな老後だったようです以上です。小泉純也さんっていうのはあれ小泉純一郎さんのお父さんだったんですかね。そうですね、うん、ああそうですね、はい、横須賀、うん、そうね、横須賀だから、うん、横須賀出身で、その お父さんがまた栗からもんもんで有名な方なんですかね。あ、そうそう、小泉又次郎さん、母方と違うんですよね。あ、そうですね、うん、で純也さんは確か婿さんなんで。ああ、なるほど、ね、いや、そういう、いやでも今日初めて私そのルメイの叙勲とか、ね、一応事実としては聞いたけど、そういう経過があってベトナム戦争とか他のところでこういうこと言ってたっていうのもね、うん、初めて聞きましたけど、こういう人なんですね。痛みは全く感じてないってことですよね。まあ感じてないですね、うん、これはどこまで本当か分かりませんけど、その確かあれはオリンピックの年なんですよね。64年、そうですね、そうですね、昭和39年ですよね、はい、まあとにかくオリンピック、オリンピックで、うん、大変、まあ、うん、楽しむというよりあのオリンピックは日本人に悲壮感があって、うんうん、そうですね、で、なんとか標準に、そうです、オリンピックを開ける標準の先進国にならなきゃいけない、うん、ね、はい、かなり悲壮感があって、うん、まあテレビが一気に普及したのも、うん、もちろんそのご成婚の時もそうなんですけども、はい、このオリンピックは決定的でしたね。まあそうでしたね、私も覚えてますね、やっぱり、うん、テレビが急にっていうか、はい、バーッと広がったっていうね、うん、ですからそれが確かあった、なんかぼやっと、私はまだ高校に入る年だからぼやっとしかあれなんですけど、それどころじゃなかったっていうのは社会だったと思います、うん、お祭り騒ぎと、今だったらお祭り騒ぎと言うべきか、うんうん、ちょっと悲壮感を伴ったお祭り騒ぎと言いますか、国家的なね、感じはすごく感じました ね。日本の誇りになるためにね、みっともないまでやらないとかね、ゴミ捨てないとかね、みんなに親切しようとか、そういう共同意識の中でね、まだありましたね。そうですよね、日本というのはね、まあファンファーレでね、天皇陛下のお言葉がね、オリンピアードっていうこの、うん、ああいうその天皇陛下はこういう言葉声なんだとかね、小さい時それは思い出しましたけど、本当に一つ一つがね、
あれ柔道で初めて負けたんですよね。そうですね。神奈川平身組にね、あのこういうようなこととか、 あと鶴谷幸吉さんという自衛隊員のマラソンランナー3位になりましたけど、幸吉はもうあの走れませんというね、自殺ですね。ぼたもちおいしゅうございましたっていうあのね有名な遺書を残して、あれみんなねシナリオレーターみんな使えたの。そうです、聖火ランナーが坂井君というね、うん、あれとかですから、どさくさに紛れてるんですね、その叙勲というのが。そうですね、ええ、だからそれで佐藤栄作さんがね、その後沖縄のあれで、まあ、いわゆるノーベル平和賞ですか、うん、こういうねあのことっていう、まあ、なんかつながってるんでしょうねこれ、うん、今のでもルメイっていうのはすごいすごいやつだなというね、まあ、話ここまで徹底してるっていうね、あの我々やっぱり心の痛み感じながら、ね、落とすのかなと思ったら そんなことないっていうね、必要ならいくらでもやるんだっていう。さっき米軍がねあの本土決算やったとしたら2万5千から3万っていうねあれが出た、それでも落としたわけですからね、10万人殺したんですからね、それでねあのそれで30万殺したわけですから、まあそういうものを踏まえた上でということになると思うんですけど、あのまあちょっと皆さんが今一言ずつ聞いてるんですけど、どうですか。日本人がね、うん、あの故西部進先生がよく言ってたのは、あのチェチェンはね、チェチェン人は7代前かな8代前に殺された親の恨みを晴らすと、うんうん、まあ、ロシアソ連とのね、うんうん、戦争でやめられない戦争ってチェチェン人は偉いって言ってましたよ。なるほど、ね、要するに。でもう一つはね、そのさっきのストックホルム症候群なんですが、あの2000年のちょうどコロナの始まる、まあ、広がる前に、うん、あの作家の古井義吉さんがね、はい、実は亡くなりまして、私その後ちょっと書いたんですが、古井さんというのはね、あのちょうどあの東京大空襲の時に8歳なんですね。で彼はあの5月24日未明の世田谷の空襲を体験して、ね、はい、それをね繰り返しね、古い吉吉は自分の作品にずっと書いてるんですね。ただこれはその反戦とかその恐怖っていうモチーフではなくて、その事実をね繰り返し繰り返し自分の作品の中にこう描き続けた作家なんですね。で非常に私は面白いし例外的な作家だと思うんだけど、あのインタビューもしましてですね、やっぱり彼がね言いたかったのは、そのさっきのストックホルム症候群との絡みなんだけど、結局あの空襲は何かっていうと、まあ、自分は7歳8歳で、あのものすごい大量の物資っていうかを落としていくわけですよね。もう焼夷弾を落として、うん、でも全部殲滅していくっていう、このやり方ですね。あの全部をこうまさに銃弾爆撃殲滅していく。でね、戦後の日本のね高度成長っていうのはその逆でね、うん、どんどん物を作っていって、どんどん物を消費していくっていうね、実はねこれはあの空襲のあのまさにルメイがやった大空襲 の全く逆裏をですね、つまりマイナスをプラスにするってことが戦後の日本人のまあ一つのね、なんちゅうかな、まあなんか不思議なね、うん、パッション、うん、それでね、だから大量に物を壊すってこと、破壊するってことと、大量に物を作ってそれを消費していく行動、うん、経済成長をやった、うん、おそらくねそこで日本人はね何かねその忘れたんだと思うんです、うん、決定的な何か、つまり大空襲の、うん、その傷を忘れさせ、だからもちろん GHQ が忘れさせたんですけど、日本人もね忘れようとしてね、一種の癒しみたいな、癒しですね。だから自分で物をいっぱい作っていっぱいばらまいていっぱい消費して、で経済大国にジャパンアズナンバーワンに80年代になりますよね。でこれはね、だからあの大量殺戮の逆を日本人がやって、その癒し、それで、ね、忘れたと、ね、だけどその後日本はこんだけ経済的に落ち込んだんで、もう一回思い出して、うん、もう一回思い出してね、
やったらいいんじゃないかと思うんですよ、うん、チェチェンじゃないけど、あのね、うん、だからそのさっきちょっと言ったことですけど、うん、ある意味で言うとあの時代その構造改革が始まる前は、うん、やっぱりあの日本型資本主義、うん、いわゆるあの、株主労働者あの、うん経営者、うん、3社が企業を作ってるって、うん、今の株主資本主義とは違うね、うん、イメージあって、それからあのいわゆる三菱グループだなんだっていうことで五層船団でね、それぞれが銀行を持って工場を持って生産いやいろんなこと全部やってた、うん、だからあの政府があまり介入しなくても、うん、それぞれがみんな長期投資で設備投資とか、うん、あの助け合ってできとか、それ全部バラバラにされちゃったじゃないですか、うん、ですバブルのあれ でそういう根本的なところの構造をそれこそ破壊されたことと、もう一つは今おっしゃってたね、そういう精神あの大量に作って大量に消費する、これ日本人 あの江戸時代のね家作ったらどうせ燃えるんだから、で燃えたら やっちゃうっていう、こういう精神ともちょっとつながってるものなんてどうせ儚いもんだっていうね、あの作れるならどんどん作ってどんどん壊してもいいというね、うん、いうのにつながってるから今話聞きながらね、うん、ただやっぱり戦後独特のね、うん、日本人のそうあれかなっていう、それでねもう一つ言うと、ね、それをやってまたそれでやられちゃったわけですよ、やられちゃった、やったら今度はねそのお父さんとか私から言うとさっき言った長子系いわゆるあの権威があった人たちが家族をみんなで養う、今の実はプーチン型のロシア型が、まあ、これはこの彼が言ってるあれなんだけどね、この家族の問題なんだと、つまりそういうもの自体が安心して家のような形で家族のような形で企業で働けた集団の中で、これが完全に今おっしゃったようにね今回の構造改革の中でもうバラバラにされちゃった、軍事もないあれもないで親父もいなくなった、で各家族でみんなでそれぞれ生きてきなっていう、うん、こういう状態になった時ものすごい寂しい、さっきストックホルム症候群がなかなか解放できない、うん、立ち直れない状態まで今追い込まれてるようなね、うん、家族制度がもうそういう意味では権威のあるものがなくなっちゃってる、うん、で皇室自体がかつての父系的なもの、天皇が、うん、まあ剣までやってたものじゃなくて、うんまあ、マリア様的なねある意味で言うと慈愛とあの鏡の誠玉の慈愛、この部分が焦点が当たってるそういう存在になってるとね、日本の中で家族制度っていうのがもう長年2000年以上続いてきた、こういうものが破壊されちゃってる解体されてる、そうなった時私たちはもう一回あの家族とか子供とか少子化をね通して、私は、まあ、今具体的なこと言うと本当に子供たくさん作ってね、もう一回人口の減少をねあの止めるようなことを徹底的にお母さんやそういうお父さんを大事に若いね人たちやっていくってことが、あの私は学部総論者ですけども、あの本当にそっちの方が大事なぐらいだっていうね思ってるんですけどね、まあなかなか勇気持てって言われても、さっき言ったようにそこまでやられてるんでね、我々なかなか立ち上がりにくいと思うんですけど、まあ今大変富岡さんからねあの面白いというか興味深いというか大事な指摘があったと思うんですけど、どうですか。まあ、米英があの歴史から消したかったものはですね、うん、私はあのオレンジ計画だと思っているんです。あ、うん、それでそのあ、まあ、あ東京裁判士官はその、まあ、日本が悪玉である、日本が有罪であるということで、うんまあ、あのされたわけですけれども、あの新しい新証拠が出てきたらね、うん、これはその一回有罪であっても、いや新しい証拠出てきたんだからもう一回やってください、あ無罪ですねっていうことになるわけですよね、うん、実は新しい証拠は出たか出ないのかと、これがね新しい証拠はオレンジ計画なんですよ、うん、ですからその戦後50年の時に村山談話が出てね、それ村山談話は何ですかって東京裁判士官をもう一度再確認して、我々は悪い国だったんだということを再確認しましょう、一億日本人が再確認するというのがその村山談話なんですけども、50年経つと何が起きるかっていうと、アメリカでは公文書が全部公開されるわけですよ。そう公開されたことによって、アメリカっていうのはオレンジ計画っていうのを作ってたんだよねと、そうすると太平洋戦争っていうのは
あ、アメリカは弱った日本を侵略した侵略戦争だったんじゃないのと、うんうん、日本は全然悪くもなければ、ね、まあ、ぼんやりしてたっていう点はあるかもしれない、悪くもないけど有罪でもないよねと、50年後に何が出るかと、アメリカの公文書が、うんうん、そういうことを誰も考えていないから、うん、戦後50年に村山談話が出てくるわけですよ、うんうん、それでだからその、だからその、そこに誰も目がいかないと、うん、で、まあ、その東京大空襲ですけども、うん、これはあの大正8年にイギリスの爆撃機がビッカーズ・ビミーという爆撃機ができた時にね、うん、そのアメリカとしては日本に戦略爆撃を行うというのはもうそのオレンジ計画に書いてあるんですね、書かれた。それからその後大正12年に関東大震災が起きたんですね、うん、この時アメリカは救助隊という名目でですね、まあ、スパイと言いますか調査団と言います、うん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 、送り込んで全部調査したわけですよ、うん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 、そうすると東京の街はこう広いけど、うんうん、江東区の一帯は低くて家が密集して木造だから、この部分をその焼夷弾爆撃をすれば非常に効果的に多くの日本人を殺せるということが分かったんで、それでそのこのウィリアム・ミッチェル准将っていう、この一番こっちから見て左側の人がですね、この方が翌年にそのオレンジ計画 にですね、その日本国民日本人そのものに爆撃の矛先を向けて、それでその日本の木と紙でできたその家をね焼夷弾で焼き尽くすべきである、こういう提案をしたわけなんですね。それでその時いやちょっとそれは過激すぎるよねっていうことで、ウィリアム・ミッチェル准将は失脚して、その、まあ、弟分のヘンリー・アーノルド少佐って人はカンザス州ライリー駐屯地っていうところへ左遷されたんですね、しかしその昭和2年にリンドバーグが太平洋弾大西洋弾成功した時にですね、アメリカは長距離爆撃機 B2、 日本に来たのは B29 ですけど、その初めの頃の B2 を製造開始してですね、それでその1928年版の修正オレンジ計画修正版でその軍用機の生産目標を9000機とすると、それでそれに基づいて日本の本土に対する戦略爆撃を行ったわけですね。で先ほど申し上げたそのヘンリー・アドルド少佐はその後この真ん中の人ですけど、陸軍大将になるんですね、出世して。でアメリカ陸軍航空隊司令官となって、その先ほどのカーチス・ルメイに東京大空襲をやらせたと、うん、そういう意味でこのウィリアム・ミッチェル准将とそのヘンリー・アーノルド、まあ、少佐から大将になった人、それからカーチス・ルメイ、だからカーチス・ルメイはけしからんという気持ちもありますけども、彼個人カーチス・ルメイ個人の言動行動ということじゃなくて、アメリカ軍のですね、その十数年間にわたるですね、東京大空襲計画によってなされたと。これこそそのアメリカがね、弱った弱り目にたたり目になった日本にね、東京大空襲を行ったわけであって、このオレンジ計画こそがね、アメリカが日本を侵略した侵略国家だと、日本はね、その侵略された国だったということが明らかになるんじゃないかというふうに思います。で、英米が歴史から消したかったものはまさにこの内容であるというふうに思っております。ちょっと補足して、はい、ミッチェルですけれども、将来日本海軍が空母でハワイに来るってことを予言してるんですよ。うんうん、そうです。ね。でちょっと早すぎて誰も信じてくれなくて、うん、で あと空軍をね海軍から分けろとかいろいろ言ったんですけども、まあ認められなかったんですけども、うん、後に彼の先見性が認められまして亡くなったんですけどね、米軍初の日本空襲がドゥーリトル隊っていうのがありまして、
でそのドリトル隊のですね B25 爆撃機の名前がミッチェルって名前になってるんですけど、この名前取ってですね、ということです。以上です、はい。真珠湾の何年か前に演習でやってますよね、アメリカ艦隊がね、一回真珠湾のね、やってます、はい、あれね。わかりました。なるほど、そういう、いやこういうのはね本当にどんどんねちゃんと発表してね、少なくともある一定の人たちにはちゃんと知ってもらった上でねやっていかなきゃいけないと思う。上山さん、ちょっとあの原田さんから聞いてからあのお話しいただきますから、はいどうぞ、はい、原田さん、じゃあ、はい、あのまさにオレンジ計画もそうだと思いますし、うんうん、あのなんて言いますか、ただそこでやっぱり私は点ではなくて全部つなぎたいっていうのは常にありまして、あの南京の問題も全部含めて私たちがタブーのように教え込まれてきたことを全て白日に、先ほど申した白日にさらすというその勇気を持てば、いろんなことがまたこれ書き換えなきゃダメだっていうふうになるかと思うんですね、うん、そう信じたいところでして、そうですね、ですから白日にさらす勇気っていうのをなんとか奮い立たせたいと、いや本当そうですね、世界にそれは切に思いますね。それは今日来ていただいた皆さんがどんどんやってもらってますけど、実際にねあのこういう問題っていうのはやっぱり我々の宗主国であるアメリカの人に喜ばないあの内容でしょうからね、なかなか大変だと思いますこれ本当に。ただ一部でも0と1は違うっていうのはね本当にありますからね、あの一個一個でもねこういう知識を広げていかなきゃいけない、で少なくともこういう発言が次の世代につながっていくようなねことをやっぱり歴史のね問題としてやりたいと思うんですけど、上山さん、はいはい、お待たせしました、どうぞ、はい、あの広島長崎を経験した私たち日本人だからこそ、はい、私はこれ最後に言いたいんですけれども、はい、自衛のための核武装ということをやっていかなければならないし、はい、この5月の広島サミットでも、はい、実はそのことを最も強く強調して言わなければならないのは我が国だと思うんですね、はい、おととし2021年、アメリカの国防総省の年次報告書に今こういう一文が載ったんですね、はい、アメリカを脅かすことができる地上発射型の核弾頭を搭載した大陸間弾道ミサイル ICBM です、はい、まあ、これが中国で今後5年間で約200発に増える方針であるという、うん、まあ、警告がなされているわけなんです、うん、あの現在のところすでに中国は100発以上をこの核弾頭を ICBM を保有していると言われております、うん、まあ、これが一斉に火を吹けば、うん、アメリカ本土は焦土と化すということがもう分かっているんです、うん、でそれでも日本のためにアメリカが報復攻撃をするのか、ロサンゼルスやニューヨークをリスクにさらしてまで日本のために報復攻撃をしてくれるのか、私はそんなことはですねありえないというように思います。まあ、あの相手が撃てば相手も必ず撃ち返してくるという、この互いの破壊を免れないということが総合核種破壊という論理だと思うんですが、そのため、まあ、撃つのをやめる抑止が効くということになってきますが、今やそういう抑止が効いていないという現状だと思うんですね。そうですね。まあ、それでも日本がアメリカと協調するということが方針の大前提に日本ではされてしまっておりますが、私は日本は独自に核武装し、独自に抑止力を築くしか方法がないというように思うんです。あの前半でも触れさせていただいた通りですね、自らがの引き金を握るということが大切であって、この核シェアリングということではもうこれは全くダメだと思います、はい、でその日本核保有の形態は、私はあの移動式の潜水艦発射の SLBM、まあ、つまりこの水中学でなければならないというように思うんですね。まあ、固定基地の弾道ミサイルの配置では
先制攻撃で狙われてしまうということになると思うんです。まあ、たとえ日本列島全体が火の海になって攻撃をされたとしても、水中核さえ保有しておれば報復できる。つまり、総合拡張破壊の原理は働くというように思うんですね。まあ、この敵の先制攻撃によっても残存可能な核兵器を持つということが重要だろうと思います。でこの核保有について歴代の内閣法制局長官は自衛のために必要最小限の範囲において憲法は核保有を禁じていないとはっきりと答弁してるんですね。法的には問題ないんです。つまりやるかやらないかというのは時の政権の意思にかかっていると思います。私はそもそもこの核武装はアメリカに秘匿してやるべきだと思いますし、まあ、アメリカにお伺いをひとたび立てればアメリカは特に今のバイデン政権は必ずや反対をするというように思います。まあ、ほとんどのこの安全保障安全安保の専門家のほとんどがこういうふうにアメリカに秘匿しておくことなどあってはならないという認識なんですが、それはですね、私はもうこの属国根性の考え方だろうと思うんです。まあ、そもそもアメリカは日本が核武装をしたとしても日本を切り捨てることはできないと思います。太平洋アジアにおけるプレゼンスを確立する上で日本の協力が必要なのは一番アメリカの方だと思うんですよね。日本が核武装をしたとしてもアメリカは最終的に黙認せざるを得ないでしょうし、インドやイスラエルの時も現にそのように黙認をしたわけなんです。一気に秘密裏に核保有を断行していくという政治意思を発揮するということが大切なんではないでしょうか。はい、まあ、大変私が言いたいこと全部言ってくれました。はい、全くその通りだと思います。まあ、それはいろいろな意見あると思いますけども、今言ったようにそれとねトマホーク400発買うっていうね愚かなことを、まあ、専門家の自衛隊の長官に聞いたら、まあ、やっぱり在庫一掃セールだと、数十年前のねものをやっぱり買わされるんだと、それが防衛費2% にするとかね実態だというねいうことで自分の国のこと何もできてない、それと我々の国はもう生産大国じゃなくなって、今度コロナで分かったようにマスクさえも自分の国で作れない、薬さえも自分の国で作れない、もうサービス業の方の方にね行っちゃった。このことはすごくやっぱり我々考えてからにはエンジニアがどんどん減ってるっていうねいうこういう現状もやっぱり考えなきゃいけないというねことだと思います。それともう一つお金の問題で言えば、核武装2兆円あれば十分だっていう、それから潜水艦入れてもね10隻まあ核搭載型の潜水艦作るとこれは訓練とかもちろんいるんですけども、これもそんな今言ったねその予算2倍にするという予算でやれば簡単にできる、短い時間でもできる。それからイスラエルが核実験しないでもちゃんと自分たち持ってるように核実験をしないという約束をアメリカにしてねやってる。イランはもうじき3日から10何日でもう一発目の原爆を作れるってもうアメリカが言ってますね。でそれはもうそれは文句くるし、政治家も命を落とすぐらいの覚悟でやらなきゃいけないかもわかんないけど、やはり国民の命を守るためには本当に必要じゃないかなと私は思います。これが今求められててね、もう我々はここまで生きてきたからいいけど次の世代はやっぱりね若い人はちゃんと守ってやるのが我々の責任じゃないかなと思いますけどもね。はい、まあ私はちょっと最近家族論をずっと言ってるんで、こういうのは拡張型のなんか共同体論だそうでございますけどね、核家族という個々の夫婦あるいは子供一人二人がやるこういうのが今日本中にばらまいてる、父親から孫3世代というこれが今実は中国とかロシアの、まあ、これはトットの受け売りですけども
これが彼らの強みだと、実は権威型のあれで、だから 70% ぐらい、習近平はどうだか分かりませんけど、ロシアはね、あれだけみんなボロクソに言われながら、プーチンが2年やってもまだ 70% 以上の支持率を持ってるというのは、こういうあのロシア型のスラブの家族制度、こういうところにあるとあのいうことを言われてます、ということで、まあ、今日はあのいろいろ皆さんにお話を伺ったんですけど、あのすいません、あの、じゃ あの今大体結論いただいたんですけど、まだちょっと言っとかなきゃいけないことあったらどうですか。大丈夫ですか。あ、どうぞ。はい、あ、いや、あ、あのもう大体皆さんおっしゃったことだと思うんですけど、はい、まあ、あの一つあのタイトルが米英が歴史から消したかったものということですので、はい、まあどうでしょうね、あのちょっと今日私はもう江藤淳の話ばっかりしてますけれども、はい、なんか江藤淳 の書いてるその戦後検閲のいろんな作品見ますと、うんうん、まあ、あの消したかったものとして江藤が挙げてるのは、まあ、大きく分けてもう単純に言ったら2つかなと思うんですね。で、1つはあの、まあ、闘争心ですかね、あの闘争心というか、まあ、まさにこう、うん、日本人をこう何ですかね、こうおとなしくさせようと、もう二度と歯向かってこないようにさせようということですね。ですからもう王冠から羊へというか、ええ、そうですね、もうそういうふうなあの闘争心というのをもうくじこうと、うん、だからもうあの戦艦大和の最後なんてのもあの、うん、発禁にしちゃいましたし、うん、まあ、あのそういうもう本当におとなしくさせようと。でもう一つあれですね、あのこれもまあおとなしくさせることと、うん、あのかなりつながってますけれども、あの死者とのつながりの感覚というかな、こう、はい、死者を身近に、はい、まあ、特に戦死者を身近に思う気持ちというのを、うん、これをあのもう断とうということを、うん、あの戦後検閲一生懸命やってきたという、やってみましたね。はい、まあ一つはあの日本人がこうあの、まあ、敵討ちとか仇討ちみたいな形でですね、うん、あの前の世代 あの、まあ、まさに餓心昇胆の気持ちですね、これがあの日本人を奮い立たせるのだっていうようなふうにアメリカ人考えてたみたいなところがあると思うんですが、まあ、ですからあの 逆に言うとですね、まあ、日本人があのしっかりするためにはというか、しっかりするためにはまあ、この JHQ の逆をいけばいいというかですね、まあ一つはその闘争心ですね、闘争心と、まあ、それを取り戻すためにもあの死者とのつながりの感覚というか、まあ、その歴史に対するある種の共感の根を持ちつつ、あの、まあ、今だったら何ができるんだろうか、我々は何を今すべきだろうかみたいなことを考えていく、なんかそういうあのところなんだろうなというふうに思うんですね。そうですね。いやだから学生に忠臣蔵をね、はい、ちゃんとあの見せなきゃいかんっていうのは最近ちょっとやらないじゃないですか。そうです、ね、忠臣蔵、いや昔の12月はね、連続の時代劇もうなくなっちゃったんですよ、うん、だからすごい問題ですよ。 ああいうのをやんなきゃいけないですよ、うん、大河ドラマは。あのね、家康もいいですけど本当に、いや本当にそうですよ、うん、もう一回忠臣蔵、忠臣蔵で2つあってね、うん、前にこれ出たんだけど、はがくれのように、うん、翌日もあの刀一本持って、うん、あの吉良邸に殴り込んで切り死にするんだと、うん、これが武士道だっていうのが、うんうん、あの山本城長のはがくれで、あのああいう計画性を立てて、うん、ねあの、うん、ちゃんと計画を貫通するというかね、うん、こういうのもあるっていう。でもそれ本当にそうですよね、うん、こういうものはあのだから時代劇がなくなったのも私はあると思いますね。完全懲悪、つまり悪い暴力に対しては暴力でもって、そうそう桃太郎侍とかですね、うん、あの水戸黄門とか何とか、そうそうとにかく力でねやっつけるっていうことを全部消してきたって今、うん、あので藤沢周平みたいなあの、ね、人があの穏やかな侍道とかいろいろやってるっていうのは、はい、どうぞ。はい、あの先ほどの上間さんのですね、日本の核武装についてですけど、はい、ちょっと引き継ぎますけども、実はあの帝国陸海軍は核兵器を作ってました、はい、で陸軍がですね2号計画あのカタカナの2です、うん、2号計画で、実際にはあの陸海研究所のですね、うん、西野博士がやってました。でサイクロトロンであの実験までやってまして、でそこでもう資金不足と、うん、それから海軍の方がですね F 計画といいまして、これは京都帝大のですね、うん、荒勝先生って方がやってまして、それで、この海軍の方が実は実験成功した説があって、あの朝鮮のハムフン沖っていうところで、うん、ソ連軍侵攻の数時間前に成功したという説もありまして、
でこれはこの番組にもよく出られてる矢野陸将、はいはい、が翻訳されてますね、はいはい、ですからちょっとこれ頭体操ですけど、もしその広島の時に日本が核兵器を持っていたらアメリカは落としたでしょうか。間違いなくやらないですよね。ですよね、うん、これが抑止力なんですよ。だから戦争を止めるための原爆ってことです、うん、はい、以上です。そこなんですよね。海軍の方の計画で、うん、確か14名ぐらいの学者の方ですか、研究者です、ね、うん、戦後反省会というのをおやりになってたという。反省会。反省会、はい、ああ多分そこでは本当のことは語られてたかどうか、うん、そうでしょうね。今振り返ってもそれはないと思います。関係者がソ連軍にみんな捕まっちゃってますもんね、はいはいはい、ね、いや、いろんな説がねあって、さっき瀬島隆三さんがね、ロシアに抑留された時ね、その橋渡した人とか、これ噂というような形のいろんな本があるから分かりませんけど、本当にまあ、我々が一番ね考えなきゃいけないのは、なぜこんな核も素直な国民になったんだろうというね。先ほど言ったようにさっき言ったストックホルム症候群というのは一番大きかったのもわかんないし、だから中国が見てるのはアメリカにこういうような形で極めて素直な従属国になるならうちも簡単にやれるだろうと、日本人はね、というような。でアメリカはまたイラクでも応用できるようだと思って やってみたらとんでもなかったと、イスラム教の、ね、人たちとは、こういう話もあります、はい、まあそういう意味ではだから、うん、ちょっとあれなんですよね、うん、そこまで行くのに、うん、現状はもう軍事的リテラシーもう何も低すぎて、うん、ちょっと、うん、数十年このままではかかってしまうっていうのがまず現実だと思うんですね、うん、じゃあそこを埋めないと、とてもじゃないけど、うん、なんて言うでしょう、核武装どころか再軍備すらっていう話になってくるわけですよ、うん、私の入社試験の時の最終面接で再軍備論で面接官と対立になって、うん、ぐちゃぐちゃになりました面接が。当時の面接っていうのはちょっとこれもう高度成長期に入ってますけど、うん、まず君の支持政党はどこか、うん、ここから始まりまして、うん、再軍備論は当たり前なんですね、それギャーギャーっていうのは、うん、そういう面接今できないじゃないですか、うん、まあやらないでしょうね。それやると差別だとかね、うん、政治信条でなんかねっていうふうに言われますからね。結局、はい、その再軍備論どうのこうのやりなさいっていう話もないんですけど、要するにそのいろんな種類のリテラシーのあまりにもこう劣化してしまって、はっきり申し上げてそれを通常に戻さない限り、うん、まずダメでしょうね。これまあ、私多分上山さんも私も同じなんだと思うんですけど、核武装論というのは実はもう今の通常兵器をね充実させていく状態では全然間に合わない。だからさっきちょっと今森さん言ってくれましたけど、核戦争を起こさせないため の兵器としてね、特効薬としてまずそれをやっちゃおうと、うん、戦争を起こさせない相手に我々の国にね、というような形で短く、科学技術的にももう我々の国はそういう水準に達してるから、はっきり言うと、まあ、これ言っていいと思いますけど、プルトニウムもやれるんですよ実は、うん、量的にもそれは十分、ね、日本の原発が止まって、うん、一番喜んだのは確かに中国ですけど、あれだけプルトニウム貯められたんじゃたまんないという、一般には、ね、プルトニウムは転用できないって言ってますけど、ちゃんとやる技術は実は、うん、あるんでね、そういうことが分かってるから、アメリカはこういうことを今日韓米の仕組みを作ろうとかね提案してるというふうに思っています。まあそういう意味では間に合わないっていうことが一番実は私の中でね、再軍備とかまともに国軍作って憲法改正してっていうのがとても間に合わない、うん、さっき言ったように内閣が決意すればできるのは何かっつった時これなんでってことなんですけどね。そういう内閣を作る
ことすら今できなくなってますから。そうです。だから、まあ、残念ですけどこう少数派から草の根からね、うん、持ち上げて国民の共通認識にしていかなきゃいけない。だから我々はだから今回広島のサミットの1週間前ですけど1週間以内になると警備厳しくなりますから広島に乗り込んで核武装を訴えたり、うん、講演会を開いたりも予定してますけどね、うん、あのとにかくそういう意識です。今日出た話を本当みんなに見ていただきたいというのはそういうところあるんですけどね、なんかありますか。はい、じゃあそういうことで今日は少し長くなりましたけれども大変あの現実的なお話もできたと思います、ありがとうございました、もう一度日本を取り戻す、我々は頑張ってみたいと思います。今日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。